いや、アイテム投げる気ないんだったら見るなよ。そうじゃないの。アイテム投げる気ないんだから意味ねえだろ。超無駄な関係じゃんそれって。応援する気がねえんだったら見る意味ねえから。応援したいやつのところ行って、応援したいやつのところ牛島くん大嫌いなんだよな。お前には花火投げねえとかさ、クソ不毛な関係だよ。はい、花火投げる気がないんだったら見るなって感じだ。触ってないよ。イルカありがとう。イルカって何のアイテムなんだろう。投げてくれたんでしょ。うわすげえ飛行機だ。でけえな。羽田迫力あんな。成田は距離感あるけど、この距離でこう見えんのすげえな。よくこんなところから飛ぼうとするよな。ここに滑走路あんの。マジか。いや好意に対しては好意で返したいじゃん。好意をくれる人は好きだから、悪意には悪意で返す。
ロありがとう。はい、おかえり。やばい。はい、でもありがとう。電波やばい。さあ今あの放送が切れたのは鮫島さんから電話かかってきたからだよ。今見えてないのかな、電波やばいって。放送がパツって切れたのは鮫島さんから LINE かかってきたからだね。かかるんだろう。あと33キロだからまあ3、40分ぐらい。ありがとう、花火ありがとうございます。あざまーす、あざまーす、サンキュー、ありがとうね花火。もう少しかかるね。映画を達成させていただきます。ありがとう。ベイブリッジが好きなの。めちゃめちゃかっこいい。ベイブリッジ。
はい、こんにちは。さんがお台場に行きたいって言ってたから、うん、レインボーブリッジあんまりグッと来ないね。ただね、汚いって。お台場の自由の女神はもう塗装が剥げてて綺麗に撮れないって言ってた。ボロボロなんだって。あるある。俺のでだとね、星空は難しいかな。望遠レンズって言って少しね、やっぱアップにできるものじゃないとダメだね。はい、わたつ。塗装剥げちゃってて、まあそれをかっこよく撮れるかどうかっていうのだったら撮る価値はあるかもしんないけど、でもさ、被写体がさ、上に下から撮るわけじゃん。上から撮るの難しいから、そうなると空とのコントラストでしょ。俺だったらそのザラザラしたさ、汚くなった自由の女神と真っ青な空とかだったらいいと思うけど、難しいよやっぱ。自由の女神のさ、角度ってさ、上から空撮気味にさ、ビルとかから撮って綺麗な街並みと、その自由の女神みたいな撮り方をした方がかっこいいと思うから、上の対象物を撮るのはね、俺あんま好きじゃないんだよね。上から下を撮る。良くないよね。鮫島さんはね、映画好きだから、まあ面白くなるんじゃないかな。TMT ではないでしょ。だってサメ監督が、いや、なんかホラー撮るって言ってたよ。ホラー撮るって、ホラー映画。
これはキャスト、編集も、演技指導も脚本も一切タッチしない、今回は。だからセリフとか演技とかは全部鮫島さんのカットだね。もちろんカメラもそうだし、機材もそうだし。そのメンバー全員知ってるね。ただ言うなって言われてるから言わないけど、俺は知ってるよ。カメラ昨日 Amazon で買ってたね。カメラは貸してもいいっすよとは言ったけど使わないって言ってた。いや、高画質のカメラいらないって。だからその手法があるらしいよ、安っぽいカメラで撮るっていう。それこそ iPhone とか、なんだ、なんかこだわりがあるらしいね。だ、撮り方に関しては鮫島さんに聞いた方がいいと思う。まあ、なんかざーっと話聞いた感じでやりたいことは伝わったけど、それをどういう風に見せるかとかは全部鮫島さん考えることだから。スマホだよ。スマホと GoPro って言ってたね。結構30分ぐらいの映画撮りたいって言ってんだよね。これ難しいっすよって言ったんだけど、なんだこれ。ラブシーンあるって言ってたね。てか冒頭ラブシーンで入るって言ってた。ありがとうピサロさん、花火ありがとう。あずまーす、ありがとう。運転気をつけて。ありがとう。サンキュー。はい、こんにちは。スマホも性能はいいからね、別に。10とかぶっぱねてるからね。コンデジぐらいは、昔のコンデジぐらいは余裕で超える映像を撮れるから、まあ、全然ありだと思うけど、スマホでも。
うわあ、ありが、え、ありがとう、また花火くれた、ありがとう、ありがとうございます。え、バグだ。バグだわ。なんで花火が、いや、これ花火バグでしょ。ん、なんだこれ、な、花火上がってねえじゃないか。なんで意味わかんないんだけど、花火が2発上がったと思ったら前もらった2発だったんだけど、何これバグ、なんで花火上がったの今、意味わかんない。エア花火は運営意味わかんねえんだけど。いやいや、今は上がったんだよ。で、コメントが全く一緒だったから、コーヒー飲んでっていうのと映画の達成してくださいっていうのが、ありがとう、これエアーじゃないよね。みーすけ花火ありがとう、ありがとうございます。これはエアーではないよね、確認します。これ本当の花火、あ、本当だ、ありがとうみーすけ。あれ、またエア花火上がってる。え、これ放送見えてんの？花火また上がったんだけど、なんか花火上がりまくってんだけど、何これ、バグだよね、何これ、花火が止まんないんだけど、バグだよね。ボタボタ、なんか花火ポタポタになると花火上がるんだもん、エア花火が上がるんだもん、エア花火。幸せなバグってこれダメでしょ、このバグダメでしょ。過去上がった花火がループで上がるんだけど、鮫島さんの家に向かってる今、呼び出された。鮫島さんにはお世話になってるからさ、あの、断らないようにしてるの。鮫島さんに誘われたら動くようには、いい関係築きたいからね。素
捨て頃でね、セコンドやってくれるとか、あれ奇跡だからな。ほんとありがてえよ。本当に嫌なことは動かないけど、鮫島さんの方が早いでしょ。あのスピード競うもんじゃないから映画って。多分1ヶ月間ぐらいで撮りそうじゃない？まあパッパって作りたいタイプだろうね。わかんない、こだわるかもしんないし、まあ、作りたいように作るのが一番いいんだよ、作る本人が。それがさ、作り手のクリエイターが満足したらそれでいいんだから。1日で撮るってロケ1日か。鮫島さん昨日映画作るって言い始めて、俺と全く同じこと言ってちょっと腹立ったよね。いや、脚本は俺の頭の中にあるから、あるから、とか言って。いや、わかんない。どんな映画になるかわかんない、とか言って。お前、俺がただ俺のこと詐欺って言って、言ってること変わんねえじゃねえかよ、とか思って。俺と全く同じこと言ってて、脚本は頭の中にあるから、とか言って。なんだそれ、とか。今日はカメラのテスト。鮫島さんが、いや、あれ本気で言ってた。いじりじゃなくて本気で言ってる。いや、昨日のタイムシフト見たら笑うよ。要は映画の企画立ち上げたばっかりの俺と同じこと言ってんのに全く叩かれてなかったから。人のこと叩いといて自分は同じこと言うのかよ。そんなもんだよ。全く同じこと言ってたよね。っていうかそもそもさ、映画撮るっていうのなんか地味に流行り始めてるのがウケない。ひどんなも撮ってるし、なんか配信者に映画ブームが来てるよね。あ、誰が撮るって言ってんだっけ映画。俺が撮るって言い始めて、ひどんな撮るって言い始めて、鮫島さん撮るでしょ。あと誰かも撮るって言ってたよね。誰だっけ。便乗が始まった。便乗が、まあ、でも面白いからね。リスナーは損しないからね。いろんな作品が見れるのはいいことだから。比べられるじゃん。はい、こんばんは。あ、ひどんな毎年撮ってんだ。もともとやってたんだ。便乗じゃねえんだ。どんな映画なんだろう。どんなの映画ってどんな感じの映画なの。太郎監督になろうかなって言ってんだ。太郎さんもう作ってるからね。太郎さん実質監督だよ。あのなんだっけ、サイコパスなんとか作ってるでしょ。なんだっけ、サイコパストラッカー。ちょなんだこいつ。あ、前が詰まってんのか。毎年撮るのすごいね。気合入ってるよ。太郎さんはもう作品あるからね。いやー、ちょっと辛かったね。いや、わかるんだよ。鮫島さんがやりたいことはわかるんだけど、やっぱその、なんつうの、
映像的なことは分かってなかったね。まあいいんだけど、俺が口出す問題じゃないけど、ただあれ周りが苦労するよ。あれ多分ね、鮫島さん撮ってもあれイメージと違うってなるのもう今日分かるはずだから、そのためのカメラテストだから。カメラの創業者っていうかね、レンズのメーカーかな、ノリタ光学だっけ、もう潰れちゃったらしいんだけど、結構カメラ好きな人は知ってるらしいよ。なんだっけ、ノリタ光学だっけ。あ、ひどんなは監督じゃないんだ。それは知らなかったわ。作り手は誰なんだろう。行動力あるでしょ、鮫島さんは。思い立ったらだから。まあだから今日カメラのテストをして、演技指導の確認とカメラのテストをして、まあ、鮫島さんがそれに納得するかどうかじゃん。でまあ技術的なことで自分が分かってることだったら伝えるけど、でも一応映画本体には口出しは一切しないっていうのが役者和道の考え方かな。配信外で昨日演技指導されたもんね。はい和道怖がってとか言って配信外でずっとなんか演技指導、違う和道とか、今のいいよ今のいいよとか言ってすげえやる気満々だから、和道和道演技いいなとか言っておじいちゃんカメラメーカーなのかな、レンズメーカーって俺は聞いたけど、まあ弁償さんお坊ちゃんだからな、すっごい豪邸だから。いや配信外面白かったよ、まあ、今日ね配信それ回していいんだったらそのまま回しっぱでやるけど、鮫島さんが配信切れって言ったら切るから、つけてていいよって言ったらつけてようよ。だからコメント拾えないけど、まあ、ノリボとかにカメラ持ってもらえばいいのか、外カメラで。やる気めちゃめちゃあるよ鮫島さん、めちゃめちゃ火ついてるよ。なんかロケとかも考えてるって言ってたもん。ロケ地はもう決まってるとか、脚本はもうバッチリ頭の中にあったね。やりたいそのことは、ストーリーはもう基盤はできてた。だからセリフとかどうするのかっていうのは俺分かんないから、だからプロット 見たっていうか、話聞いてプロットは聞いたけど、まあまあ面白いんじゃないかな。俺ホラーは分かんないけど、ただねちょっと演技力試される気がする。そうだよ、和道に煽られたからじゃなくて、本当はなんか和道映画の脚本俺が書くとか言い始めたもん一番最初は。で俺にはいいアイデアあるから、お前の今の映画やめてホラー撮れって言われて、で俺はあ、めんどくさいモードの鮫島さんだって気づいたの。あ、これめんどくせえわと思って、すぐいや鮫島さんいいっすねいいっすねってめちゃめちゃおだてて、でいやそれって僕の作品にしたらやっぱり鮫島さん良くないんで、鮫島さん監督やるべきですよって言って、で、おだてまくったの。ごますってよいしょしまくったら鮫島さんが火ついて、え、俺もやろうかなみたいな。いや、絶対才能ありますよみたいな配信会で。もう超めんどくさかったから、俺は、いや、僕役者でいいんじゃないですかとか言って、協力しますよとか言って、あ、じゃあ俺撮るわみたいな。それで枠開いてた。配信会で、要は、俺が脚本書いたの作れって言われたの。それで俺がめんどくせえと思って逃げたの。俺鮫島さんのちょっとあのエンジンかけるの得意だからうまく逃げた人の作品作りたくないもん。
ホラー興味ないし。干されるっていうか、別に俺ってぶっちゃけた話出なくてもいいからぶっちゃけた話別に出なくてもいいから干されるも何もないからまあ楽しみはしてるけど、干すっていうぐらいだったら出ないよまあでもやるんだったらとことんちゃんと真面目にやるけど、なんでダメなの？俺が別に作りたい作品ではないから。なんでダメなの？鮫島さんドリンク何が好きなんだっけ、何だったっけ、デカビタだっけ。鮫島さんが好きな飲み物誰か知ってる？デカビタだったっけな、なんか好きなんだよな。なんか買ってくか。カロリーメイトなんかいらねえよそらないね。デカビタ系よく飲んでる。了解っす。千文字硬いせんべいが好きなの。歯ないでしょせんべいなんか与えたら殺されるでしょ。歯がないんだから。
ナちゃんマンとか歯が壊滅的にないのにさあれ食ってるところ面白いよな。なんで歯入れないんだろうウナとか、金持ってんのにな。あれ老けて見えるの歯がないからでしょ、ちゃんマン。歯入れたらそこそこ男前になりそうだと思うんだけど、なんなんだろうねあの謎の抜けた歯あの歯の動画大好きなんだよな。うなちゃんマンって自分の歯自分で抜いてコレクションしてるんだよでリスナーに自分の歯を自慢してる動画があんだよあれ最高に面白いよな。意味が分かんないもんねめんどくせえからぶっこ抜いてやったよとか言って知らないの。いや、それをドレさんがなんか評論してて配信外で教えてくれて、俺ウナに会ってやっと意味が分かったって言ってたの。ウナにリアルで会って俺分かったんだけど、あのねウナあいつね、あのヤンキーの世代だから要は歯抜けてるのがかっこいいと思ってるんだよって言って、要は俺悪だぜって、喧嘩で前歯もないしシンナーやりすぎて前歯がねえんだぜみたいな、あれ悪アピールだったんだってドレさん曰く。で、あちょっとわかると思ったもん。ウナの中ではあれは勲章なんだよ、歯がないっていうのは。そうだよ、シャンマン自分でぶっこ抜いてんだよ。でリスナーに自慢してんの、歯コレクションしてんの。いやでもその評論あり得るなって思わない？なんかいい線ついてるなっていう、なんかあの自慢の仕方とかなんか勘違いしてそうじゃん。いや不良アピールなんだよあれ。いやドレさん速攻は正しいんじゃねえかなと思ったよ。だって別に金は持ってるわけじゃん。鮫島さんと遊ぶっつうかね、鮫島さんが映画のカメラテストやるって。世界観がすごすぎるよね佐野智則の世界観全然理解できないもんね。まあでも25ぐらいあったらね。あ、まあ鮫島さんも入れないよね。まああんまこだわりないんじゃないの。鮫島さんのはちょっと可愛らしい感じ、佐野のはみっともないけど鮫島さんのはちょっとハニカムと可愛いんだよねあ、でも歯入れた方がいいよね、絶対不便でしょ。あれはなんだろうね、喧嘩で折られたのかな。どうなんだろう。歯は印象変わるかんね。ドレさん歯ね綺麗にしてるからね。ホワイトニングドレさんから教わって俺もホワイトニングやろうと思って。歯綺麗だとやっぱ印象違うよ。あ、親父に殴られたんだ。鮫島さん親父さんいるんだね。おふくろさんはなんか話聞いたことあるけど、リスナーからなんか作家なんだよね。僕ラッシュだっけ、僕ダッシュのお母さんが作家さんなんでしょ。で自分の家族を描いてるんでしょ。僕ダッシュ読んでみたいよね。ちょっといいタイトルだよね、僕ダッシュ。あ、犬の目線なんだっけ飼ってた。確かね、僕ダッシュってダッシュって犬なんだよ、鮫島さん飼ってた。で犬から見た鮫島ファミリー、要は一馬さんとのぞみさんとお母さんの話なんだよね確か。
え、僕ダッシュの話ってあれなのかな、タブーなのかな、あんまり触れたらいけないかもしれないから、あんま家族のこととか触れないようにしてんだけど、ほら嫌な思いしたら嫌じゃん鮫島さんが。誕生日に歯っていうか、俺沖縄でだからサメの歯買ってきたんだよ。それプレゼントしようと思ったんだけど、いらないって言われて受け取り拒否された。サメの歯が家に飾ってあるんだよ。持ってくれよかったな、サメの歯。あ、結構ファンキーなんだお父さん。まあまあファンキーだろうなっていうか鮫島さんとのぞみさんがファンキーだからなまあ絶対親父ファンキーでしょどう考えてもファンキーでしょ。だからワンピースでいうとこのガープみたいな人でしょ。まあなんか楽しそうだよね。鮫島さん自体は結構まともなんだよ。あの関わると分かるけど、鮫島さん意外とまともなのね。で結構ねイメージでぶっ飛んでるイメージがついて、まあぶっ飛んでるんだけど、カズマさんもあのほとんどがのぞみさんのイメージなんだよね。のぞみさんはマジでぶっ飛んでる。あの鮫島さんとかレベルじゃないぐらい、のぞみさんは半端じゃなくぶっ飛んでる。着いた、そろそろだね。左か、いや、もう一個先、なんか細いところだよね。変な神社みたいな。あったよね。ここだ。ここじゃね。ここ、そこだ、そこだ。そう、細いところだ。入りづらいよね、ここ。ついた。おお。どこだ。もうちょいまっすぐでそこじゃない。てか車どこに止めんだろう。てか車これで移動すんのかな。どうすんだろう。どこ。ね、そこに止めて一回。そこ。俺ちょっと行ってくるわ。どうするか。あーいやいや、中に入ったらダメでしょ、人の敷地だから。カメラ、鮫島さんの家行ってくんの、ね、どうする。ああ大丈夫だって。え、どうすれば。どうしましょう。ティッシュある。ここで待ってればいいですか。車のディオンの後ろ止めてください。車ディオンってどれ。分かんないな。え、ディオンディオンの後ろ。そこ入ったとこじゃない。そこ入ったところだよ家は。そこ入ってみようよ。え、そこ。え、敷地に入っていいってことですか、鮫島さんの家の。ディオンってどれだ。バックで入った方がいいのかな。なんか広い、回せる。ここだよ。入れる。
ディオンってなんだ。車ディオンの後ろに止めてください。ディオン。無理だよね。ああ、ありがとう、花火ありがとうございます。あ、なんだ、またエア花火だ。なんでエア花火上がるんだよ。うぜえな。バグってる感じ。え？なんか言ってるよ。一回普通に下がる。放送回しっぱでいいんすか？切ります。いいですか？うん、じゃあ、え、あ、上がっていいんすか？いいよ、上がっていいよ。いいっす、お邪魔します。ワドは外で、のんちゃんだけは？ここいい感じで暗いでしょ。いいっすね。怖い、はい、怖いね。てか、飲み物買ってなかったね。自販機とかあります？この辺ないんすか？いや自販機はあるでしょ。東京じゃねえ。はい。あ、本当だ、綺麗に。あ、ていうかめちゃめちゃ綺麗になってる。え、へえ、いいっすね。え、どっから襲撃？こっから撃ったんすか？ヘッドショット。向こう側。あ、向こう側なんですよ。お邪魔します。あ、そっか。オカリナさんいいんですよね。あの、オカリナマスクして。あ、映らないように気をつけます。うわ、めちゃめちゃ綺麗になってる。嘘。え、ちょっとここ映していいですか？いや、全然いい。え、めちゃくちゃ綺麗になってる。いや、全然。いや、だって僕、すごいね。そうだね、クリスマス来たもんね。そう、クリスマスの掃除のイメージがあるから。え、なにこれ。すげえ綺麗になってる。だって、え、マジか。ここでお前カルピス。そう、こう爆発したんですよ。カルピスがここで。はい、うわ、なにこれ。え、うん、すっげえ綺麗。何？うわ、何これ。何を出すの。超綺麗になってる。あー、はいはいはい、すごっ。え、はい、うん、お風呂場もね。え、お風呂場も綺麗になったんですか？全然超違うよね、笑うんだけど。そっから。え、あ、こ、しかも風呂場もなんかリフォームしてません？リフォームじゃなくて風呂釜変えた。え、見ていいですか？いいよいいよ。え、超綺麗になってんだけど、何これ。バンなんで大丈夫？あっち、まあ入ってねえから大丈夫。あ、大丈夫です、大丈夫です。そっから、こっから打ったんすね。だ、向こう側にいたんだよ。はいはいはい。だ、ワードお風呂入んねえ、後で。いや、入ってんよ。なんで、なんでサメさんの家で風呂入るの俺。すごい変わったよね、だよね、のんちゃんも来てんだもんね。びっくりするわ。うん、だって、うんことか3個ぐらいありましたよね。ねえよ。え、なかった。うんこまだミントいなかったべ、あの時。いましたよ。いなかったよ。いたよね、ミント。いましたよ。あ、いたっけ。クリスマス、いました、いました。もう、のぞみさんもいたから。お邪魔します。え、超綺麗になってる、笑うんだけど。こっち入ってもいい？え、いい、どこ、まあ、入っていいんすか？お邪魔します。マスクしな。カメラどうしよう。じゃあ、なるほど。こっちが寝室にして。え、しかもデュアルモニターなんだ。そう。へぇ、まあ、寝室はどうしよう、どこにカメラ。ここ、オカリナさん、あ、寝室ダブルベッドなんだ。じゃ、違う、ダブルじゃ。あ、ほんとだ、ホテルみたい。どうしよう、ここに。だ、うん、大丈夫っす。はい。ここ、ああ、そういうことね。あ、それ便利だね。これめちゃめちゃ便利ですよ。これすごい便利だね。あの、今吸盤タイプが流行ってるんですけど。はいはいはい。それ便利だね。こっちの方が絶対いいです。ちょっとした出っ張りがありゃ噛めんじゃん。噛めます、噛めます。ワドさんブラックですっけ？あ、ブラックです。はい。
じゃあ500円ですよ。お願いします。あちょっとなんか微妙に安いんだか高いんだか分かんないんだけど、ルノアール価格、ルノアールは600円くらいします。ルノアールは800円ぐらい、700円ぐらいか。え、僕じゃあのんちゃんここに、のんちゃんそちらね、こっちで、はい、僕どこ、ここでいいですか。あと外がいいんじゃない一人で。 Wi-Fi は大丈夫、大丈夫でしょ。 Wi-Fi だからパスワード分かんないもんね。 Wi-Fi 大丈夫ですか。大丈夫ですか。 Wi-Fi は2000円です。Wi-Fi 持ってます。あ、そっか。契約しました、ね。お水でごめんなさい。うん、え、契約したの？契約しました。レンタルじゃない？レンタルです。レンタルです。あ、じゃあそれ聞いたよ。はい。価格が難しい。じゃあ映画ミーティング。てかもう別に机の上置いちゃえば。机の上だと全員映んないんで。コメント見えなくない？コメント見えなくてですけど、コメント僕ないんで普段。うん。はい、大丈夫です。つまんないもんね。やめてください。ね、カメラ詐欺とかしかやってないからね。まあ片付けの大変だったもんでしょ。いやすごいっすね。本当ですよ。いや女性で変わるんだな男って。お前何にも変わってないな。僕は、あ、変わってないかもしれないですね。のんちゃん何もやんないんでしょ家のこと。あ、いや洗濯と飯作るのはのりこは絶対やってます。洗濯機ないんでしょ。洗濯機ないっすね。きついよな、はい、それね。コインランドリーまでこうやって。そうだよね。夏いいけど冬やばいでしょ。冬は、え、話したんだけど全然違う。え、あ、銃かっこいい。そうそう、それあの、IKEA で買った。え、これ IKEA で売ってるんですか。1万ぐらいで売ったね。1万。あれ、え、これ超いい。え、これもともと何用なんですかこれ。だからなんかインテリアじゃない。なんかその棚をやって、はい、本来はなんかなんかお酒とかなんか入れんじゃないかな。お酒、あ、なんでもいいんじゃない別に。はいはいはい、まあまだそれやってないけど、うん、え、もうコメント全然見れねえ。見えないですね。見えない。どうしよう。でもまあしょうがないよね。机の上でいいじゃん別に。机の上だと全員入らないんですよ。入んなくていいじゃん別に全員。なんか小貴重な映像。そういうのがなんか過疎配信者なんだよ。全員入んなきゃいけないなんて誰が決めたの。そうですよ、こだわりが。何のこだわりや。てかパソコンでかっ、うん、何これ。だってフルタワーだもん。何すかフルタワーって。これサーバーとかに使うやつ。いやいや、ミドルタワー、ミニタワー、フル、はい、あ、ミニタワー、ミドルタワー、フルタワーってあるんだよサイズが。で小中大ってことで大だもん、ね、こんなでかいの初めて見ましたよ、うん、これってゲーム用の。ゲーム用って感じじゃなくてそれタワーがでかいだけ。はー、別にゲーム用じゃなくてもフルタワーにもできるし、ミニタワーでゲームはできないし。これでいくらぐらいかけてんすか。もう、え、でもまあ、あのグラフィックボードとか変えてるけど、はい、多分20何万じゃない多分。あ、メモリも変えたし。すげえな。もうだって5年ぐらいだもん。あ、もうそんな使ってんすね。古い。え、どうします？どうしますって、あれノートどこやった？え？ノート？クリアファイルとか。のんちゃんさ、じゃあさ、あれやってよ。俺の放送画面。だからとりあえず、俺の中でのんちゃん昨日演技見た時に主役無理だって分かったから、はい、ワド主役。無理だもんあの演技。これ？じゃあそうじゃなくて、のんちゃんの携帯ここに置いて、のんちゃんの放送画面をコメント見て。そう。そしたら俺がコメント拾えるから。そうだね。あ、俺もそっか。見ればいいのか。もうのんちゃんの演技は無理だ。あれ笑っちゃうもんみんな。そうですね、あれ逆コメディになっちゃいますね。あれだって面白いだけじゃん。はい、あれは面白かったですね、ちょっと、うん、はい、これさして。そのさ、ね、え、おい、そっちのさ、パソコンの前にある灰皿あげて。あそこに灰皿落ちてるから。あ、これですか。人に、あ、ありがとうございます。すいません、ありがとうございます。あ、コーヒーいただきます。どうぞどうぞ。ありがとうございます。で、じゃあまあ、はい、とりあえず和道の役名、はい、何がいい。何がいい。え、ちょっと待って、役選べるんですか。いや、名前名前、うん、名前じゃあ和道でいいんじゃないですか。和道じゃつまんない。あれでしょ、なんか、じゃあ高光で、はい、じゃあ趣味、あ、キャラメイクを今するんですか。そうだって、それはさ、はい、うん、あ、なるほど。趣味はじゃあ、うん、なんだろう、リスナーさんに作ってもらった方が面白くないですか。まあ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 、うん、まあそれは任せるけど、だから、はい、あのポンポンやんないと時間がね、はい、そうですね。そう、だまあアメリカ人は適当に作ろう。あ、わかりました。じゃああいつは、はい、趣味、うん、うん、まあ、じゃあ映画撮影で、映画っていうかまあ動画撮影だから、要は映画のまあ言っちゃえば監督になりたいと。はい、でだからドキュメンタリーを作るために。あ、いいですね、いいですね。じゃあね、その、
まあその都市伝説を確かめるそのドキュメンタリーを制作すると、はい、あ、じゃあ心霊ホラーなんか動画上げてる素人の設定で、あ、そうだね、いいね、はい、だ都市伝説の検証をする、検証みたいな、はい、検証の動画撮影に行くと、はい、で、のりこは彼女だと、のりこは彼女、うん、はい、じゃあまあまあそのまんまっすね、のりこはのりこね、のりこはのりこで、のりこはのりこで、まあ、高光の彼女、そうですね、松平のりこでお願いします、本名は松平のりこです、 OK、はい、で、まあゆくゆくは結婚すると、あ、結婚する、ね、あ、結婚も視野に入れたお付き合い、そうそう、あくまでその、はい、もう本当にもうもうあと半年ぐらいで入籍しようみたいな、ああなるほど、うん、あ、じゃあもう幸せの絶頂期みたいな、まあ、そうだね、そうだね、はい、まあもうほんと最悪なもうクソみたいなカップルなんだけど、高光の恋人と松平のり子で、まあ結婚予定と、はい、鮫島さん何役になるのか、あ、だって一番難しい役じゃないですか、要は、まあいいんですよ、どうせ死ぬ役なんで死ぬんすか、だってみんな死ぬじゃん、あ、まあまあまあ、いやいや、だから和道がメインで、え、じゃあ僕最後まで生き残るか、うん、そうだ、のりこの昨日の演技見て、はい、もう笑っちゃったからあれは、はい、あの無理、 あれはだって喜劇だもん、まあそうっすね、のりこ多分一番最初に死ぬ役っすよね、順番で、まあそうだね、あ、まあ、それで多分、え、でも、あ、え、順番で気にやると男3人で怖がるって気持ち悪くない、まあ、のりこ残した方がいいか、最終的にお前だからカップルで、はい、そのどうしようみたいな話になって、はい、でのりこが怪我すると、のりこがまず怪我すると、まあ、まずっていうか最初、どっかで、はい、中盤以降で、はい、怪我をすると、まあ、怪我してで何とかして、もう何としてでもそこから抜け出さなきゃいけないと、あ、脱出系なんですね、でまあ脱出っていうか、まあ、で、はい、それでもやっぱのりこは力尽きて、はい、で最後はもう和道が高光が、はい、まあ、何かに襲われると、はい、わかりました、うん、了解です、プツプツしてるね、なんか止まって、え、マジ、あ、止まってない、大丈夫、俺が止まってたの、うん、どうだろう、映像どう、止まる、うん、音も止まるのかな、わ、うん、かんない、どうなんだろう、手振る、うん、手振って何でクソ大根芝居だから、まあそのあ、まあアメリカ人は留学生、はい、アメリカ人留学生なんですか、アメリカ人留学生、あ、本当のアメリカ人なんですか、デトロイト、デトロイト、デトロイトから日系アメリカ人、日系アメリカ、日系アメリカ、日系3世そこももう日系3世でいきましょう、日系3世、はい、日系3世の、のマイケル、名前は何にしようか、何がいいですかね、ね日系三世でありがちな名前、日系三、おばあちゃんが日本人、ケンですねおばあちゃんが日本人で、そうですね、ね、だから日本人っぽくなるじゃん、そうですね、だから別にそれは違和感ないし、はい、違和感ないですね、うん、キャサリン日系ブラジル三世にしようか、日系ブラジルは南米か、ブラジルも半分入った、じゃあブラジルクォーターですね、うん、オッケーオッケー、クォーターで、うん、アメリカ人三世、うん、ケインでケンっていう、近藤ケイン、近藤ケインですね、ケイン近藤、ケイン近藤でケイン近藤、ケイン近藤、ミドルネームいらないですか、あ、だからそうだね、ちょっとかっこいい、だデトロイトでケインジョニー近藤、ケイン、あ、ミドルか、はい、ケインミドルネーム欲しいです、ケイン、でもブラジル入れないといけないから、ブラジルっぽい名前、アレハンドロ、あー、いいね、アレハンドロ、ケインアレハンドロ、なんだっけ、ケイン、あれ、なんだっけ、ケイン近藤、ケインアレハンドロ近藤ですね、そうで、いいね、はい、いいですね、いいね、うん、で、はい、まあとりあえずだからそれで、まあ、はい、まあ夏休みだと、はい、まあ、夏休みって方は夏の休暇を利用して、はい、日本の、はい、都市伝説、まあいとこに会いに来たみたいな、だから高光とアレハンドロは、はい、同級生、同級生、はい、わかりました、いとこにする、いとこ、あ、いとこ、あ、まあ任せます、そこはまあ留学生、うん、何だろう、何だろう、だからいとこで、はい、おばあちゃんが、あ、じゃ、だからおばあちゃんの兄弟が死んで、はい、葬儀に来た、葬儀っていうかその、まあ、神経線に、いやだからそういう設定を作んないと、作んないとリアリティがないから、わかりました、
わかりました。だからケインと ケインと高光は、はい、まあいとこ、いとこですね、うん、はい、うん、はまあまだ言っちゃえばまあ血縁関係と、はい、鮫島さんが出てくるときに矛盾がないようにしないと、うん、あ、俺あれにする、地元の人、地元の、あ、地元の人必要ですね、地元、まあそのなんかちょっとした、はい、そういう、そういう話あるよみたいな、あ、そうですね、 うさんくさい店主みたいな、そうですね、うん、うさんくさい店主だ、ケインと高光は血縁関係で、はい、で、だからのりこは、あ、じゃあのりこの結婚を祝いに来たみたいな感じ、あ、それもいいかもね、はい、うん、それいいね、はい、なんか久々に会いに来た、うんうん、そうしましょう、まあ、ケインに、LINE 繋がる、繋がんねえか、ケイン繋がんないですね、あ、繋がる、繋がる、はい、俺白ロームあるもん、繋がるな、はい、あ、繋がんねえ、これ LINE ダメだ、移動したんだ、はい、いや、こっちであれか、フワッチ見ないのか、俺見なくていいか、フワッチ、はい、別にクソだから、うん、ケイン、アレハンドロに電話しよう、アレハンドロにアレハンドロ電話中ですね、寝るって言った、だケインと高光が血縁関係で、まあまあまあそうだな、どんどん出せよのりこ、お前どん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 出せ、アレハンドロ、うん、はい、お疲れ、ケイン、とりあえずアメリカ人の役設定は日系ブラジル3世、日系アメリカ人のブラジルのクォーターですよ、だから日系ブラジル3世で本名がケイン・アレハンドロ・コンドー、でおばあちゃんが日本人、ケイン・アレハンドロ・コンドーですか、そうそうそうじゃあそりゃいやいや、まあまあ設定は大事だからね、ここ煮詰めないと、まあいや僕は日系ブラジル人がやればいいですね、それ日系ブラジル3世、じゃあアメリカ人だよ、で特技はサッカー、サッカーで、サッカーとかもめっちゃうまい、でも膝故障してそのなんていうの、挫折した、もうちょっとそのまあグレちゃったの、うん、だから実際問題、まあ、ブラジル3世だから、まあ、ニューメキシコあたりのギャング、ギャングなんだ、元ギャングなんすか、元っていうか、そうだから入れ墨入れてる、入れてきて入れ墨、ああ入れ墨っすか、あなんか背中にさ、なんかうん、あでもちょうどなんか今入れ墨のステッカー調べてたんですよ、本当に、はいはいはい、なんでなんか入れ墨のステッカーをバーってしとけ、だからケインはだ高光が和道が主役だから、和道と、まあ、和道さんが結局主役なんだ、のりこの演技がクソすぎた、面白すぎた面白すぎた、あれは笑いだったらいいけどね、だから和道さんは高光出てる、高光ともう役名はそれがいいと、でのりこは松平のりこ、本名です、本名です、なんで僕だけケインなんですか、アメリカ人だから、うん、ブラジル人でしょ、タップ戦ブラジルのクォーター、だってほらアメリカって移民の国だから、まあそうですけど、うん、クォーターだけもほぼほぼ日本人じゃないですか、まあそう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 、だから日本人ベースで4分の1ブラジル人が入っててアメリカに住んでるってこと、そうアメリカでもう3世代住んでる、そう、あーなるほど、違う違う、幼少、おばあちゃんが、おじいちゃんがブラジル人なんだよ、はい、おばあちゃんは日本人で、はいはい、まあブラジルに行って、はい、でまあ結婚して生まれた子供が日本に帰ってきて、はい、お前日本で、なるほど、うん、でいいんじゃない、いいっすね、はい、うん、で、まあでもホラーの本筋と関係のない設定だから、だからまあまあとりあえずだから設定煮詰めないと役柄で、俺はうさんくさいなんか地元の人間、地元の名前はあるんですか、名前はいらないんじゃない、でも名前ないとセリフで呼べないですよ、ちょい役だから、なんかちょい役なんですか、だからじゃあそれでいいんじゃない、ナビゲーターだから結構重要な役割じゃないですか、ナビゲーターいらないっしょ、だってだから高光は趣味が映画のまあ、映画作成っていうか、はいはいはい、そういうので、まあ、でまあちょっと都市伝説の検証みたいなドキュメンタリーを撮るのが目的だ、僕は なんでその日系のブラジル、だからアレハンドロとノリコは実は浮気してるの
実は俺高光のだからいいとこなんだけど、アメリカに住んでるのに、アメリカに住んでない、だから今言ったじゃん、おばあちゃんがブラジルで結婚して子供を産さ、それが日本に帰ってきたの。だから4分の1がブラジル、アメリカ人じゃないじゃん。いいんだよ、日系3世は3世じゃん。まあ、じゃあ俺はのんちゃんと浮気をしてる、浮気を本当はしてんの。だからそうすれば和道が高光がいないところでまたシーンができるよね。ああ、なるほど、耐えられる中光は。いや、全然役者ですから僕。いや、そうだよね、はい、役だからね、ノリと。あったそれいいじゃんね。だからとりあえずだからケインとノリコが実はできてますと。で、これホラーじゃないですか、あれ。いや、だからじゃあそういうあらすじも必要でしょ。まあまあまあ、いや、もうそういうさ、ノリコは後ろめたいと思ってんだよ、高光。で、一回ちょっとノリコは高光の愚痴をケインに聞いてもらったんだけど、その時にまあちょっとお酒飲んじゃって、まあ一線を越えたと。で、ケインはもう実際問題もう本気になっちゃって。それただの AV じゃないっすか、それ。本番はやんねえよ。設定だっつってんだろ、これ。設定。だ、設定は大事だから、俺ね。リスナーなんつってする。ただの AV っていう。だ、AV はやんないって。AV は横山先生に言うじゃん。久保田先生でしょ。久保田大先生いますね。久保田先生だよ。だから、とりあえずだから、ケインとノリコは、はい、まあ、浮気をしてると。はい、難しい演技だよ、これ。これ、ノリコにかかってるからね。ね。で、そうすれば、何かあった時に、ノリコは、ものすごく罪悪感を背負うわけよ。高見ついた会社。違う、こっから煮詰めてってんだから。あ、なるほど。で、それで分かった。そういうやましい人間が入った土地にたたりが起きるみたいな、えドキュメンタリーで、高光は知らないんだよ、そういう。知らなかったら浮気とか知らないで、はいはい、で、そこの山はそういうことをした、心に闇を背負ってる人間に対して、はい、まあ、何かしらたたりを起こすみたいな、はいはいはい、で、高光は何も起きないって分かった、思って信じる。なるほど。ただ取りに行ってるだけ、ね、うん、ただノリコはその秘密を抱えて言い出せないと、はい、でもノリコはもう高光に惚れてるから、もう高光のあの行くとこについてく、まあローマ。設定がなんかいろいろありすぎだから、設定をしっかりしないとブレるでしょ。わかるでしょ。もうあとのんちゃんとフリー設定だけでも結構胸焼けしそうなの。しょうがないじゃん。リスナーも同じこと言ってる。お腹いっぱいだわって。設定だけでお腹いっぱい。しょうがないじゃん、だってそれは。しょうがないじゃん、だって。ヒロイン口説けなかったんだから。うん。まあ、そうそうね。うん。なかなか口説けないよ。なんで、サメさんはなんで、その、うん、なんかの、そっち系予約しなかったんですか、僕。じゃあ、だから、俺が主役だと、うん、はい、ダメじゃん。だって俺が総監督やるのに。いや、日系とか、日系のブラジル人とか。だって俺、アメリカ人って名前じゃないじゃん。いや、そこが大事だよね。そこ生かさないと。キャラクターメイク。アグマでね、そっから。はい、なブラジル語マスターしといて、一応。そうですよ。ある程度ね、日常会話は。まあ、そう。それぐらいもう役に入ってくんないと。ポロッと出ちゃう感じ。そう。待って、クォーターなのに。クォーターがどう、おばあちゃん、あ、おじいちゃんがブラジル人だから。はい。それぐらいの教育は？まあまあ、簡単な片言ぐらいは。まあまあ、その日、まあ、日常会話ぐらい。はい。だ、とりあえずだからケインとノリコは浮気してて、その土地にはそういう人間が入っちゃいけないと、本当は。だからもう高光はそうは思ってない、だってもう真っ白だと思ってるから。まあ、わかる。で、そこに入ったことによってたたりが起きる。これいいんじゃない で気づいて、あれみたいな、うん、で、ノリコが打ち明けんの、それを。なるほど、うん、高光はなんでおかしいじゃんみたいな話をして、はい、だ、それを俺が言うんだよ、俺が。あ、なるほど、説明する。地元の人間として。なるほど。死ぬんだよ。死ぬんだよ。じゃあ一番最初にするのはアメリカ人。そう、そういうことです、ね、そういうこと。それでノリコはあっと思うのよ、私もと。でごめん高光みたいな。なるほどなるほど。でそれで高光は取り乱すわけ。
結婚予定だろみたいな。じゃあ呪いを解こうと頑張る話なんですか。そうだね、そうだね、そういう思う。何をしたらいいんだ。でそこでまあそうだな、まあ、俺はじゃあ地元のキャンプ民みたいな。キャンプ民で要するに地元のキャンプみたいな、まあ、ホームレスとかでも何でもいいんだけど、そこでそこに聞きに行くんだよ、助けを。村人がいいんじゃないですか、集落の。だって集落あんの。わかんないですけど、ね、でも、うん、キャンプの人が詳しいっておかしくないですか、その山について。だから地元の人じゃないと説得力ないですよ、うん、この村の伝説があっていう。そうだよな、はい、だからまあその曰くを最初お前らに伝える役であって、はい、まあキーマンになるよね、はい。で和道は高光田さんのり子から秘密を打ち明けられ、はい、アメリカ人の死を、ケインの死があって、うん、のり子は私も危ない打ち明けるわけだよ、うん、私も死ぬと。ちなみにあの、うん、高光は死ぬんですか。高光も死にます最終的には。それ絶対おかしいでしょ。じゃあだからそれがファウンドフッテージでしょ。お前が生き残ったらファウンドフッテージなんないじゃん。ファウンドフッテージ、まあ、死ぬってよりも消息不明みたいな。まあなるほど、うん、アメリカじゃ確実に死にますどういう死に方なんですか。それはまだ言えないですか。もうそれは言えないよね。それは言えない、それは言えないな、それは言えない。絶対決まってないでしょそれ。いや決まってるけどそれは言えないでしょ、今配信してんだからちなみに、うん、あのなんかテーマソングとかあるんですか。いやもう BGM は入れません、何も。あ、じゃなくてこうなんかエンディング曲とかオープニング曲とかもない。ないないない、だそれはもうあれも半径の問題になるじゃん。それはやらない。ああやらない。うん。さすがにね、版権とかはちょっとややこしいし、はい、うん。BGM もサウンドエフェクトみたいなのも使わない。はい。狙世界取ろうとしてるから。もうじゃあもうこれでゆくゆくはもうさ、パラマウントとか、うん、そういうユニバーサルとかみたいな配給会社ともう言っちゃう専属のジョージロメロみたいになりたいし。東映東宝。そう。日本のジョージロメロって言われたいし、やっぱ。まあ そ, うですね、そこはまあおちょらけはなしで、なしで。だケインはだからそのノリコと浮気してて、はい、でまあだそういうシーンも撮れるじゃん。まあそう、そしたら高光が寝静まった時に、はい、こっそりノリコに近づくと。でもうノリコは、はい、あれは気の迷いだったと、うん、鮫島さんも死ぬんすか。俺は死なないよ、だって。なるほど、うん、だって俺はだって地元の人間でしょ。3人で十分だと思うんだよね。まあ3人十分、逆に。なんかあの鮫島さんは実は地元の人だけど、実はなんかみんな最初生きてると思ってたけど、実は死んだ人だったっていう設定とか。わけがわかんない。なんかでも最初はわかんない感じで、なんかそのこいつがなんかみたいな感じが怖いかもしれないですよね、うん、漁師なんかどう。俺地元の漁師じゃないですか、ライフル使えるし。そうそう、地元の漁師みたいなでも地元の漁師が AK 持ってたら笑います。あれ AK じゃない、ドラグノンだよ。これドラグノンですか。 AK 持ってた。そう、いや、あの猟銃の半島で手折れるでしょ。いや、じゃあ別に撃たないから、うん、だからそうして、だ地元にいた、たまたまいたみたいな、はいはいはい、で、そんであのこの辺の都市伝説で、あーあのことでしょみたいな、あそこには絶対近寄んなよみたいな、うんうん、なんか心にやましい何か秘密を抱えてるとみたいなことを言って、はい、で、俺たち大丈夫だよなみたいな高光が言うわけよ、うん、はい、でものりこと、のりこはえって思うわけよ。で、ちょっとやめないみたいな。なるほど、うん、あ、なるほど、うん、だから漁師でいいよね、地元の漁師。いや、じゃあ僕はもうあの日系ブラジル人のクォーターで、そう、クォーターで日系三世のんちゃんとフリーして最後浮気して、そう、まあ最終的に最初は一番最初に死ぬ、はい、まあ、それも凄惨な死に方。ね、でそうしたら、まあ、のりこと和道が2人になって、はい、みたいな、はいはいはい、うん、いいんじゃないこれ、はい、なんか違うなと思ったら言ってくれないと。いや、もう見えてきます、見えてくるでしょ、まあ、だんだん、まあ、形が出てきたでしょ、だんだん、はい、だから、まあ、とりあえずそれで、だから高光が、はい、都市伝説の検証と、まあ、映画監督になるのが夢だと、はい、最初に映画監督っていうか、まあ、そういう仕事したいなって。いや、映画監督じゃなくて、うん、あれでしょう、あの映画作成。違う、うん、あの最初の設定あれですよ、うん、あの都市伝説の検証の YouTuber っていうか動画投稿者で一発当てたいみたいな設定。ああ、それで、まあ、だ動画で、うん、これはネタになるんだよ、そうだね、すげえ、うん、Twitter とかで
バズるから、そうだね、取り行こうよって嫌がる、そうそう、ね、いや最初はいいのよ、あいいんじゃないみたいな、どんなのか分かんないから、うん、あくまで触りしか分かんなくて、うん、なんかそこはなんかあるらしいよみたいな、はいはいはい、うん、噂を聞いたよみたいな、はい、でのりこと高光とケインが3人で、はい、そこ行くと、で俺が地元でいると、うん、漁師で、うんうん、でそこでまあまあいいんじゃないですかね、そういいよね、見えてきたでしょ、いいっすね、見えてきたでしょ、で俺がなんか言うと、うん、そこのなんか警告をすると、うん、入るなってこと、うん、入るなって、むやみにそこに入るな、もうお前ら遊びじゃねえんだぞと、うんうん、でそこで多分あのケインが死んだことによってパニックを起こすじゃん、ノリコが、で高光も動揺すると、でそこでノリコが打ち明ける、でそして俺を探すと、ああなるほどなるほど、うん、でお前が何したと、うんうん、あ俺も死のう、そしたら死ぬんすか、死のう、はい死にましょう、だなんで鮫島さん死ぬんだ、死んだ方が面白くない、じゃあ死にましょう、うん死んだ方がいいよ、死にましょう、うん、死にましょう死にましょう、だからでじゃあ結婚はどうしようか、どういつ結婚とか、来月入籍とか、だからもう高光はもう裏切られた気持ちを、ああそうですね、うん、なんで今頃言うんだみたいな、そうですね、うん、じゃあ来月、来月3ヶ月後とかでいいんじゃないですか、うん、はい、でのりこは妊娠してるとのりこは妊娠、身ごもってて、身ごもっててアメリカ人、それは言ってない、要はケンの子供かタカの子供か分かんない、ケンかタカミツか分かんないけどだからまあ生まれた瞬間多分なんかニグロだったらブラジルだニグロニグロって言わない妊娠してるとノリ、じゃあアメリカ人ちょっと黒いメイクした方がいいですね、ちょっと、それふざけになっちゃうからあんまふざけちゃうとノリコ主役でいいから、なるほど、そうですね、そう、なるほど、わかりました、うん、であとはそうだな、まあ必要な、まあだからそのまあだから設定は見えてきたでしょ、はい見えました、役はもう大丈夫っす、やれんのお前ら演技、はい、やれ、頑張ります、のりこはやれる、絶対大丈夫、ほんと今やってみて、その松平のりこになりきって、まあ多分本人だとは思うけど、そのほら秘密を打ち明けるシーンみたいな、はいはい、ケインが死にました、朝起きたらケインが死んでました、それ見てハッと思います、自分秘密抱えてます、で高光がちょっと動揺、はい高光動揺してます、僕やるやるやるやらないとノリコ入れないから、おいケインケンケン、おいケンケイン、あケン、いいよいいよ、ケン死んでるよ、おいケンなんだよ、ノリコがハッと気づく気づいた、表情で出さないとダメよ、うん、そんで、はい高道笑ってる、ケン、おいケン死んでるよ、死んでるな、あ大変だこれ、どうするノリコ、次は私だ、高光に言わないと、高光も死んじゃうよこれ、お腹の中の子も、ごめんなさい高光、どうしたのりこ、実は私のりこ、ケンが死んでるんだ、救急車を呼んでくれケン、私ケンじゃないのりこ私ケインと、うん、今その話かのりこ今いきなりでも都市伝説を思い出す、高光、そうだひらめいたぞ、いやひらめくんだねいったっすか、なんだそうだな、このやつなんだんすか、じゃあもっと真面目に笑ってんじゃねえ、セリフくださいよ、なんでアドリブなんすか、いや、俺アドリブでできるのじゃないと主役つかまない、ダメ、無理だよ、高光主役なんだから、だから分かってんじゃん、だって朝起きてケインが死んでももう一回やれよ、お前やりきれよ、役に入りきれよ、お前のりこいい演技してたよお前がお茶をあげてんだよ、わかりましたよ、はいはい、朝起きました、おいケン、おいケン、コーヒーケイン、ケイン、え、もうちょっと待って、ケイン、いいんだいいんだいいよいいよ、ノリコいいよ、どうしたノリコいいよ、どうしたケイン、寝てんのか、ごめんなさい、ごめんなさい、いや、それ
感じ。ケン起こせよ、もう行くぞ。ケインが、ケン起こせ。いいよいいよいいよ。ケンが死んでるの。何で死んでるんだ。ケンが死んでる。いいよ。見えてきた、どういうことだ。あ、斉田さん。いいねいいね。なぜ謝る。お前が殺したのか。違うわ。違うのか。なんだこれ。野村のたたりのせいよ。野村のたたりの部屋じゃねえんだけど、何やんだけどな。なんでお前が知ってる。説明をしてくれ。いいよ。いや説明しなかったら視聴者わかんねえからな。私心にやましいことがあったの。あれ、うわ、高道初めて知った。なんだと。私ケインと察する。高道察する。マジかよ。マジかよってねえだろ。それないな、今の反応はな。できんのお前ら。できますできます。いや、もう入ってますから。入ってないじゃん。いや違うじゃん、だから言ってんじゃん何回も。じゃあ何、俺がセリフ書けばできる。できますよ。じゃあ分かった、高光は種で、のりこはのね。はい、うん、でまあ朝起きましたと。朝起きた。朝起きたっていうか、まあその絵を見た、はい、で高光が待ってね、じゃあ俺が、犬死んでるのに。待って、今一生懸命セリフ考えてるから邪魔しないで。はい、うん、お前今へこいたの、どっちか。いや、こいてないですよ。こいてねえだろ。いや、今プって聞こえたぞ。いや、聞こえないですよ。いや、聞こえた、俺には。だっけ、これ今配信見始めましたけど、この図表からのこの絵がホラーですね。だから俺はね、机の上でいいと思うよって言ったんだけど。なんでお前らセリフぐらい自分で思いついてくんないかな。いや、それはむちゃくちゃでしょ。あ、じゃあ分かった、はい、俺が今口頭でいいわ、はい、ケイン、どうした、青いケインって言って、ケインを揺さぶる。反応がない。それ僕ですか。そう、高光が、はい、あ、やってみて。おい、ケイン、コーヒー、ケイン、うん、おい、ケイン揺さぶる。ケイン反応がない。おい、ケイン、ケインそれを見て、ケインふざけないで。ケインふざけないで。じゃあもうそこは自然でいいな。もうちょっと弱く。もう一回。ケイン、ケイン、うん、のりこ、はい、ふざけないで。うん、で高光が、はい、ちょっと、ま、顔を青くして、で、これやばくないか。そうそう、いいよ。いい、いい、間がいい、間がいい、いいよ、いいよ。これやばくないか。で、のりこがそれを見る。何がやばいの。何がやばいの。で、高光が、さっき漁師行ってたろ。昨日か、昨日漁師行ってたろ。そうそう、いいよ、いいよ。昨日の漁師だよ。破談しよう、思い出せ。昨日の漁師の話を思い出して。昨日の漁師の話を思い出せよ。漁師ってあの地元の人？漁師ってあの地元の人？はい、はいはい、いいですか？はいよ。漁師のさっきからコメントが、うん、はい、あの海の漁師。分かってる分かってる。そっちじゃないですよね。そっちじゃない。先週の漁師。あのマタギの方です。マタギの方です。はい。昨日の漁師の話を思い出せよ。地元のあの人って。漁師ってあの地元の人？あ、いいよいいよいいよ。そっから浮かぶべ、浮かぶべ。そっから自分で。浮かぶってアドリブなんですか、ね、アドリブってか、自分考えてよ、自分でも。いいの。ああ。たたりだよ。そうそうそう、いいよいいよ。たたりだよ。たたり。いいよ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 。あいつなんかあったんだよ。ケン。ケンは変わった。あいつ。いいいいいい。あいつなんか普段と違かったろ。でも、のりこは思いつくところがある。なんか、まだ、あ、いや、早い、早い、謝るのは。うん、のりこは思いついた。まさか。まさか。まさか。で、なんか思い当たるところあるのか。そう、いいよ、いいよ。で、のりこは、実は私。で、間を置く。
ですわ私。でちょっと間を置いて、妊娠してるの。妊娠してるの。本当か。ただ、のりこはただ。ただ。ただ。誰の子かわからない。誰の子か。おいのりこ。いいよ。ごめんなさい高道さん。いいよいいよ。まあいいいいいいできてる。はい。うん、はい、じゃあ。これでいきましょう。これでいきましょうって終わってねえの。え？まだまだ終わってねえだろ。でどうするか。どういうことなんだのりこ。そう。説明をしてくれ。そう。説明しろよ。うん。三ヶ月前の私喧嘩したでしょって。三ヶ月前私たち喧嘩したでしょ。あのことか。実は私ケインと。おいいいよ。お前ケインとできてたのか。相談しただけなの。相談しただけなの。相談して妊娠したのか。あの時はどうにかしてた。あの時は私がどうにかしてたわ。バカ野郎。まあいいよ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 、それいいよいいよ、迫真の演技。そう、そんでごめんなさい。いいよ。さんでどうすんだ結婚のこと。一人にしてくれ。でのりこは止める。待って高道さん。なんだ。怖いわ私。呪いのことか。いいねいいねいいね。例の件か。置いてかないで高道。いや俺を一人にしてくれ。置いてかないで一人にしてくれ。結婚のこと言え、うん、俺たち結婚するはずだった。俺そうそうそう結婚するはずだったんじゃなかったのかよ。のりこはすがる。待って高道さんお願い。感情ぶつける高道。バカ野郎。真面目にやれよ。真面目にな。本当に、はい、いやもう下ろすよ。そんな演技しかできないから。すいません。で最初っから最初っから当たり前だろ。今頭の中入ってんだろ。サビさんこれ、うん、俺でお前は聞いとけよ。お前は聞いとく。起きたとこからケン明日だよ。コーヒー飲みケン。コーヒー飲みに行こうってルノアールねえからな近くに。なんだ、うん。ケン、コーヒーは…ケン…ケン…ケンじゃねえよ、ケインだよ。あ、ケンって呼ぶんすよ。ああ、そうなんだ。ケン、ケン…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 じゃあ、のりこはふざけないででしょ。ふざけないで、ケン…ケン…おい、ケン…ケン…窓は顔が青くなる。ケン…あんましつこいとくどいな。なんだよ。剣がなんだよ。え、お前がそうやって話をのりこに振るんだろ。え、はい、お前がしもう最初からやれよ。え、真面目に。いや、真面目にやってるんですよ。真面目にやってない。視聴者はそう思わねえぞ。ちょっと役に入りきれってだから笑うな。お前が見本見せればいいじゃん。ああ俺は見本見せる。お願いします。俺は違う。え、演技分かんない。違う。のりこと剣はじゃあ分かった。剣ケインやってみて。自分の死んだとこ見て。なんで笑ってんの。自分でやるよ。やってください。そうどういう感じでってそんな人にばっかダメ出ししないですか。いやそれは違う。いや見たいっすもん。いや見たい。どんな感じかやってくださいよ。殿様の遊びじゃねえんだぞ。そうっすよ。ちょっとやってくださいよ。ほら今のシーン冒頭。あー何、はい、ケインの詩を見てるぞ。ケインの詩を最初から、はい、予約に入りづまい。じゃあ笑ってみんなのやつやれよ。今覚えてるはずだからな。ノリコやってない。ノリコいないと。ダメだよ。だからノリコやってくんないとわけわかんないじゃん。一人で全部はできません。行くよ。おいケイン、おい朝だぞ。起きろよ。おいケイン、どうしたんだよお前。ケインふざけないで。おいノリコ、これ呪いじゃないのか。呪い？あの地元の漁師が言ってたここの都市伝説、本当だったんじゃないの？何がだよ。よくない今のね。今のいい。わかるこの感じ。普通に冷静でいいんだよ。わかります、わかります。わかんだろ今の。だから言っただろ、畳がってことですよ。はい、やろうね。え、はい、高道地元の漁師じゃないですか。高道やって、はい、だからいいから、お前ら畳のことをっていうやつ。早くやって、はい、時間ないから。ケン、アスダ、ケン、ケン、おいケン、おい起きろ。ケン、
お？ケイン。ケイン。いいよ。ケイン、ふざけないで。死んでる。いいよ、ノリコ、いいよ。なんだこれ。警察呼べ。荒らされた。ノリコ、警察だ、警察。電波が入ってない、携帯見ても。ダメだわ。電波が入ってないわ。いい、いいよ。山降りよう。もう無理だ、この山。おかしいよ。いい。恐怖が出てきた。何がおかしいの？何がおかしいの？たたりだよ。たたり？たたり。昨日の漁師思い出せよ。あの地元の人？あの地元の漁師？そうだよ。いいよいいよ。ケンはなんか後ろめたいことがあったんだよ。後ろめたいこと？後ろめたいことがあったんだよ。いいよ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 。後ろめたいことがあったんだ。後ろめたいこと？後ろめたいこと？とにかく降りよう。もう無理だ。こんな山無理だ。もうもう動画撮影やめようみたいな。もう動画撮影なんてやめたよ。帰ろう。のりこ帰るぞ。待って。のりこは待ってって言う。待って。私思い当たることがある。私思い当たることがあるの。なんだよ。私とにかく県のことを、うん、いいよいいよ。警察に届けないと。でもいいよ。でもここまで2日かかったわ。ここまで2日かかったわ。だから早く降りよう。ごめんなさい、高道、それはできない。ごめんなさい、高道、それはできないわ。どういうことだよ。私、ケインと浮気したの。私、ケインと浮気してたの。そうか。そうかってなんだ。そうかってなんで納得してんの。なんでそうか。話終わっちゃったじゃん、それ。浮気？せっかく、そうそう。妊娠してるの。妊娠？ケインの子か。わからない。わからないわ。わからないか。なんで納得しちゃうんだよ。わからないだと。高道さん、ごめんなさい。高道パニック。なんでだよ。俺たち結婚するはずだったの。結婚するはずじゃなかったのかよ。待って、お願い。どうしてだよ。なんでだよ。いいよ。怖い、怖いってなんだよ。なんでだよ。なんでケインと。私、あなたと喧嘩した時あったでしょ。私、あなたと喧嘩した時あったでしょ。3ヶ月前のあの時よ。高光は辛く当たったことがあったんだよ、のりこに。辛く当たった。動画作成がうまくいかなくて。はい。うん。だからってそれはないだろう。だからそれはないじゃないか。ごめんなさい、高光さん。ケインはその時優しくしてくれたの。ケインはその時優しくしてくれたの。だからお酒の勢いで。だからお酒の勢いで。いいよ。そう、いいよいいよ。なんで俺を見るんだよ。高道さん、怖いわ。怖い。置いていかないで。じゃあお前のせいだっていうのか。じゃあお前のせいだっていうのか。ケインは死んだのはお前のせいじゃねえか。いいよ、いいよ。ケインを殺したのはお前だよ。待って、高道さん。次は私よ。次は私かもしれないの。いいよいいよ。2日、うん、2日も山降りのにかかっちゃ無理だわ。2日も山降りのにかかったら無理だわ。で、和道は言う。漁師を探そう。とりあえず漁師のところに行こう。解決策が見つかるはずだ。あいつに話を聞けば何かは分かるはずだ。俺は漁師を探しに行く。お前も来い。いいね、これで終わり、うん、これいいんじゃない。これでワンカット。これはいいんじゃない。わかりました。これは、はい、ものすごくここは重要なシーン。わかりました、はい、そのシーン、もう真実というかその森でのたたりが起きた。またケインの死でいいんじゃない今のは。ね、どう、リスナーの反応は。リスナーさんは爆笑してます。いやでも良くなってるよね、演技、うん、演技はまあ多分そうね、良くなってんじゃない。演技うまいよね、のりこね。で、高光も良くなった。ありがとうございます。うん、だケインは結構悪ふざけするタイプなんだよ。おちゃらけキャラ。だからその死んだふりとかしてると思ったのがのりこ。ふざけないでよ、みたいな。結構僕絶対怖いですね。当たり前、細かくやんなかったらわけわかんないじゃん。まあディティールが出ない。でもうその深さがなくなるでしょ。奥行きが。じゃあ次は俺が、その、まあ最初の方は、漁師のシーン。漁師が探し出しましたと。まあとりあえずここに何かとか森で迷う。いろんなそういうのを入れて、
会いました。会いました。りょうさん、助けてください。何があったんだお前ら。もう一人のデブは、デブは死、デブは動かない。ちょっと待って、デブはな、でも俺はケインって名前知らないから、まあ、そうですよね、うん、死にました。死んだ、どういうことだ。わからない。お前、あの祠の前まで行ったのか。行きました。お前ら何を隠してる。僕は何も隠してない。じゃあお前か。私、ケインと浮気してたの。そっか。ってなるぞ。え、まあそっかだよね。ケインと浮気してた。あ、なデブと。後ろめたいことがあって、それが二人かもしれない、うん。お前らこの山から降りられないぞ。なんでですか。もう嫌ですよこんな山。早く帰りたい。この山には神が宿ってる。その神は心の清いもの以外はこの山から出す気はない。どうすればいいんですか。私はどうなるの。最終的には死ぬだろうな。でも一つだけ手はある。ただあんまりおすすめはしないな。教えてください。お前らやる覚悟はあるのか。じゃあそれ普段の鮫島さんじゃないですか。じゃあじゃあ、おしゃべりするときの鮫島さん。それぐらい危ないことなの。だから教えてくださいって言ってるじゃん。だからやる覚悟があるのかって聞いて。いや、その前に内容を聞かないとわからないじゃないですか。教えてください。何をやれば助かるんですか。一人生贄を捧げればいいんだよ。心の清いもの。心の清いもの。だからつまりメガネの赤髪、お前のことだ。彼女が助かるなら僕は生贄になります。いいです。何をすればいいんですか。神様に血を捧げるんだよ。やります。これホラーなんですか。ホラーだね。これ本当にホラーなんですか。ホラーだね。高道さんありがとう。ありがとう。いいこいつ最悪なんですか。やばい、いいんだよ。こいつ最低じゃん。いいんだよ。そういう最低な女だったね。剣の子供を僕が守りますよ。ああいいね、いいね。奥行きが出てきたよ。出て、僕死ぬじゃないですか。そうよ。脚本変わってるじゃないですか。で変わるよ、それは。変わる。それは変わるさ。いいもの、笑いが止まんねえやな。いや、いいんじゃない、これは。あ、じゃあ分かりました。はい。こんな感じ。こんな感じです。うん、あかない。もうダメだな、お前ふざけちゃうから。じゃあカメラ回ったら本気でやりますから僕。じゃあ俺カメラ撮影するよ。いいっすよ。うちのカメラまだ揃えてないんで明日なんだよ。んまだのカメラ。僕のカメラ、僕のカメラ動画撮影できないの。動画、動画まだ試してないです僕も。でやろうよ。でどこやったっけカメラ。知らねえ、置いてきたとか言うの。車の助手席取ってきて。あー持ってきてないよ。何のために来たの。でだってカメラ買ったって言ったじゃない。そのカメラ。いや違う違う、8月1日なんだよ。あー頼むのが明日の朝って言ってた。じゃあ僕のカメラでやりますか。そう。あ、三脚。いや、俺天才だと思うよ。結構奥行きあるでしょ。はい。僕何しときゃ。だからお前はだ悪い役なんだよ。中盤で死にますからね。いや初盤です。もう序盤です。あ、序盤。この今あの、まあ、中盤みんなでわちゃわちゃしとる状況で。いやいいんだよ。お前もね、キャストなんだから参加しなきゃダメだ、まあまあね、かといってね、来いっていうのもあれだから LINE で参加になってんだよ。 LINE、うん、会議だ。そう、うん、僕は来ましたから。そう、高光はそこら辺間違いない。高光は役作りマジですか。あのアメリカ人は行きますの一言もなかった。だって誘われても何も知らんかった。普通はね、自分からだよね。自分からっすよ、率先して。だから自分から聞くん、ね、そう、明日行った方がいいですか。あれ、映画のことでって、そう、ちょっと役に詰めたいんですけど、みたいな。そういうことですよ。ワドはそれ言われた。もう配信外でも、うん。もうやりますよって。やりますよ、うん。やるからにはね、徹底して、そういうの教えてくださいって言われたから、じゃあ来いよって話したんだから。まあ、俺寝かけてたけどね。最悪。風呂入って、眠くなっちゃった。来ないなら来ない方がいいね。うん、そう。最悪。無理しようかな。最悪。最悪もだって眠いんだもん。まあ眠い。騙されました。だって1時間遅かったじゃん。騙されましたね。まあまあまあ、しょうがないです。しょうがないよ。だっていや、その前から言ってましたよ。違うんだ、今日忙しかったんだ。まあまあありますよ、配信者ですから。断っちゃうかっつって。まあとりあえず今のはどう、ワード今のこの脚本。まあだから僕カメラ回ったら変わるタイプ。変わるタイプだよね。変わるタイプ。お前はそれ期待できるよ、はい、
高見さん。僕はそういう俳優なんで。次回作も主役やってもらうかもしれない。え、だって死ぬじゃないですか。だから違う、別だもん。あ、別、うん、全く別で、うん、続編はちょっと無理かな、これ。なるほど。なかなか続編やるとなったらのり子のお母さんとか出さないといけないから。あ、そうっすね。のり子のお母さんもとっくに死んでる。のり子のお母さん死んでるからね、うん、よいしょ。たたられるに決まってんじゃん。どうしよう。動画は、動画これかな。そうそう、ケインが早く死ぬからスタッフが増える。俺もスタッフ、シャッター切ったら、あ、もう動画できる。これがズームとアウト。あ、いいねいいね。でこっちがあのピント合わせです。了解、はい。でシャッター切れば多分いけます。奥がズーム。そうです、シャッター手前ですね。手前が回すとズームで試した方がいいですね。でピント合わせるのがお、あの奥です、ね、それで。あ、いいねいいね、はい、はい。じゃあ、ケインが死んでるシーン、よーいスタート。おい、ケイン、コーヒー沸いたぞ。ケイン、ちょ待って、ちょ待って、ちょ待って。ムービーボタンじゃねえか、お前、これ。ムービーじゃないですか、写真撮るんですか。ムービーボタンってどこ。ムービーボタン、うん。いや、やっぱ動画撮影はムービーボタンで開始しますって出る。どうですか、貸してください。ほら。動画撮影は、うん、シャッターじゃないみたいな。シャッターじゃない。重いな、結構な。これ、軽い方です。違ってもっと重いです。ムービーボタン。静止画モードの現在モード。いや、ケインは、本当正直演技がクソだと思うから。いや、だって僕、あれですよ、幼稚園の時ミュージカル劇団習いに行ったんですよ。ああ、まあね、まあそれは分かんないけど。ムービーボタン分かれや。分かんないけど。今聞いたから分かれや。ムービーボタンっていうのがあるらしい。ムービーボタンってなんだろう。ケイン、ふざけないで。あ、いいよ、いいよ。ムービーボタン。ケイン。ほら、のり子が言ってるぞ、ケイン。ムービーボタンってどう。いや、だけどほらね、演技しなきゃダメじゃん。え、ケイン死んでるんだから。だから要するに、のり子がふざけないでっていうことは、ふざけた時があったんだよ。その時を再現してほしいんだよ。3倍どれだ。あ、じゃあ分かった、ケイン、高光がいないところでケインはのり子に言い寄ります。そのシーン、よーいスタート。やっと2人っきりになれたね。ケインやめて、こんなところで。いいよ。あ、これだ、多分これっすね。ちょっと、日曜日ブラジルではファミリーでバーベキューするんだ。いいよ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 。家族に紹介したいんだよ。ケイン、ダメよそんなの。高道さんに悪いわ。高道さんに悪いわ。君を愛してるんだ。高道から君を奪い。一時の迷いよ。ごめんなさい、ケイン。あれは一時の迷いだったの。一時の迷いだったの。いいよ。迷うこともある。それが人生だ。ふざけないで。ふざけないで。私は高道さんと結婚するの。私は高道さんと結婚するの。ふざけてもいいじゃないか。それが。そう、いいよいいよ。いいよ、南米のノリ。いい加減にしてよ、ケイン。いいよ。いい加減にしてよって、この思い、どうしたら止められることができる。長いよ、ケイン。で、そこで高光トイレから帰ってくる。のりこ、コーヒー飲むぞ。高光さん。いいよいいよ。で、ケインが一言。コーヒー飲んでばっかだな。これどういいよね。いいよね。いいですね。どれですか、はい、オッケーです。で、今のが、今の確認しますか。うん、これです。音ちっちゃ。音ちっちゃ。まあカメラのスピーカーがついてないんで。ああ、そっか、はい。いいよいいよ。動画どれだっけ、ムービーボタン。ムービーボタンは。この下のゴミの横か。ファインダーの横の赤い。あ、これか。それが。了解。これどうすんの。動画見たくないんだけど。てかさ、アメジン絶対外いない。外にいないでしょ、家でしょ。僕今家です。あ、よかった、うん、はい。いや、こんなの外でできない。はい、じゃあケインが死んでる朝、待って、よーい、スタート。ケイン起きろよ、コーヒー飲むぞ。ケイン、調子悪いのか。おい、ケイン、お前は…ケイン、起き…ケイン、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 ふざけないで。ケイン、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 長い。死んでる。いいよいいよいいよ。山を降りよう。山を降りるって警察に連絡してくれ。いいよ。電波がないわ、高見さん。
電波がないのか。 LTE モードを起動してくれ。いいよいいよ。電波がないわ。au か。au のいいよいいよ、そういうのいる。そっか、ドコモだったらいいのにな。あれカメラもらってるよ。や、山降りるんだよ。山降りてケインを、ケインを、ケインはいいやつだったな。山降りるって2時間もあるな。2時間だよ。2時間だよ。2時間高尾山だからな。うん、高尾山じゃねえ。駅2日もかかる。2日もかかるのか。じゃあ2日をかけて山降りるよ。降りるよ。降りようか。準備をしてくれ。テントはそのままでいい。ケインが寒がるといけないから。あの漁師の話思い出して。あの漁師の話だって。いいよ。そうか、この山にあるたたりの話か。そうよ高道さん、あの漁師を探そう。早いよ。え、なんで省略してんだお前。いやだってアドリブで。違う、高道さんが言ってくれないから。おめえが言わねえからだろ。何を言うんだ。たたりの話を思い出せって。たたりの話を思い出せ。まだ最初から。ケイン、コーヒー。ケイン、死んでるのか。死んでるな。早いよ。展開が早い。いやちょっと今の取れてたじゃないですか。じゃ取れてたじゃないですかって。グダグダじゃん。え、ねね、全部回しっぱでいくんですか。ワンカットでいくんですか。じゃあじゃあだから、はい、とりあえず今やれっつってんの。お前カメラ回ったらできるっつったんだろ。はい、できます。何もできてないじゃん。はいね、はい、ノリコずっと待ってたじゃん。カメラなくてもできました。できたよな、ケインよかったよ、すごい。はい、やりよかったよ、はい。ああいうおちゃらキャラなんだよ。はい、ほんとふざけてんだよ。ふざけ倒してんだよ。はい、うん、はい。お前できないの。というか、というか、うん、ちょっと思ったんですけど、はい、ケインが死んどるから寒いのかわいそうだから。おかしいよな、ところどころ。じゃあそれは優しさですよ。だっておかしいよ。死者を弔う。うん。いや、100歩譲って埋めていこうなら。わかるわかる。テントあったって寒いでしょ。いやいやいや、死者の何できないの。もうだからさっきできたじゃん。はい、よく。なんで全然セリフ変わってんの。いや、おい、記憶がないから完璧くださいじゃん。完璧くださいよじゃねえって。だから何時間かかると思ってんだよ、手書きで。だから高光とのり子、はい、はふざけないでっていうのよ、死体に。はい、でそれではっ、ってお前が思って、山降りようと、はい、でも降りられない、電波もない、降りられないってのりこが言う、はい、でお前が、はい、もしかしてこれたたりじゃねえのみたいな。ああで、はい、何たたりって、はい、でそしたらお前が、はい、あの漁師の話を思い出せよ。あ、はい、はい、行くよ、待って、はい、よーい、ん、行くよ、よーい、スタート。ケン、コーヒー飲むぞ。ケン、起きろ、起きろよ、ケン。ケン、ケン、ケイン、ふざけないで。いいよ。ケイン。死んでる。いいよ、いいよ。山のたたりだよ。いいよ。たたりって、あの漁師が言ってた。昨日言ってたじゃないか。うん。こいつ、なんかあったんだろう。降りよう。待って、山を。高道さん。いいよ。ここまで来るのに2日もあったんだよ。どうやって降りるっていう。2日かけて降りるんだよ。警察に連絡しましょう。いい、いいよ。電話しろ。のりこ取り乱しながら言う。電波がない。ダメだ高道さん、電波がないわ。いいよ。電波がない。お前は、お前妊娠してるのか。だって、だって、だって言わないんですもん。なんでお前が言うんだよ。だって言わない、待ってたじゃないですか。待ってたじゃないですか。だってどうやってその下りの展開になるんですか。今の間でしょ。ま、じゃあ間でいいですよ。じゃあ間で。じゃあ待って、はい、のりこ、はい、打ち明けるとこから。打ち明ける流れがおかしくない。違う、だから、だから手前から行きましょう。手前から。はい、で、電波がないか。山降りるぞ。待って、坂道さん。そう。いいよ、いいよ。ここまで2日もかかったのよ。そっちか。いや、2日かけて降りるんだよ。でもここの山のたたりが私だから、たたりがあるから降りるんだよ。
たたりがあるから降りるっつってんだ。剣死んでんだよ。いいよいいよ。なんでわかんねえんだよ。めっちゃ迫真。なんでわかんねえんだよ。剣死んでんだよ。警察に届けんだよ。バカかお前。山降りるっつってんだよ。でも私妊娠してるの。知らねえよそんな。今言うことじゃねえだろ。なんで妊娠してんのかお前。そうなの。そうか。とりあえずその話は後にしようぜ。山降りっから。関係ねえから死人がいいんだよ今。え、ね、山何？山のたたりがあるの。いや、たたりがあるから降りるっつってんだよ。だから私にたたりが起こるのよ。何？いいよいいよ。どういうことだよ。いいよ。私3ヶ月前に高見さんと喧嘩した時にケインと。いいよ。お前ケインとできてたのか。そうよ。その話は後だ。その話は後だ。俺は両親のところに行ってくる。お前はここにいろ。待って高見さん、私も行くわ。うん、一人にしてくれ。一人にしないで高見さん。いいよ、俺はとりあえず行く。勝手にしろ。はい、オッケー。はい、まあいいんじゃない、いいんじゃない、はい、深みはある、はい、うん、いいじゃん高見演技。はい、もう任せる。今入ったね、いきなり。もう俳優モード大丈夫です。はい、もう、じゃあ高光、はい、最初の、はい、のりことラブラブなシーンを撮ってあのもうアドリブでいいから。アドリブです。あのあくまでここは、まあのりこのあの和道の家です。はい、でもたカメラを買ったばっかです。はい、和道は、はい、でのりこを愛してます。はい、で朝起きました。撮るんですか。撮って、ちゃんと撮って、ちゃんと自分なりに。まあ手振っちゃダメだよババアは。はい、まあ一回やめて、はい、手振らないでよ。ババアは寝てる。うん、そうで、で和道に取られてるの気づいてイチャイチャするみたいな。はい、よーいスタート。和道離さなきゃダメだよ。ただ取ってたら盗撮だからな。のりこダメだね、違う、こっそり取ってんだから。え、寝顔を取りたいね和道は。でそこに対して YouTube に動画上げたいからコメントも入れてんのよ。皆さん、僕の彼女です。で、買ったばかりのカメラを自分今、買ったばかりのカメラでテストしてます。いいね。で、のりこ気づく。ちょっとちょっとやめてよ、高見さん。いいよいいよ、カメラ買ったやつだよ。やだ、やめて。どうするつもり。どうするつもりそれ。これでさ、都市伝説。違う、その前、もういいじゃん。今なんで動画撮ってるか。もうなんで動画撮ってるの。そう、いいよやめてよ、ちょっとすっぴんだから。やめて、すっぴんなんだからよ。かわいい、寝起きなんだから。いいよそういう感じ、そういう感じ。いいよ、素でいいんだよ。やめてよ、もうちょっと服脱げよ。いいよ いいよ、そういう悪ふざけ。いいよ、撮らないで、そんなの。今度これでいっぱい撮るから。いいねもう高道さんたら。じゃあ結婚式もこれで撮るの。結婚式もこれで撮るの。そうしようか、うん、じゃあ思い出がいっぱいできるね。ケインに撮ってもらいましょうよ。あ、いいね。あ、ケイン、あいつカメラ詳しいからな。じゃあナコードでも来るし、お願いするかみたいな。ケインに撮ってもらおうか。そうしましょう。いいね、そういうこと。それをやっといて、家で。はい、はい、うん、そういうのを。わかりました。朝ね、朝行く前都市伝説に行く前、お前はカメラを買った、はい、それが嬉しくて、はい、もうそれを試したい、はい、で、のりこが好きです、はい、のりこの思い出をいっぱい撮りたい、はい、だから、まあ、ナレーションが入ってまず最初ナレーション撮るための一番。じゃあそれ撮らないでいいよ、今撮らないでいいよ。あ、はい、うん、撮らなくて撮りながら、撮る真似しながらね、うん、動画を見てる皆さん、カメラ買いました。移動の場所映しながらね、まだのりこ映さないで、最終的にはのりこに落ち着くみたいな。最初は何と。最初はまあ景色でも、何でも自分の顔でもいいよ。あの鏡越しの。うん、はい、皆さんこんにちは、うん。新しくカメラを買いました。いいよ、彼女が寝てるんで、試し撮りしたいと思います。いいよ。これで都市伝説いっぱい撮ろうと思ってるんで。そう、いい。寝てますね。そう、めっちゃ褒める。これ結構あ、いいなぁ、うん、いいカメラですね、ピントが合ってて、うん、画質どうですか。そう、で、のりこ気づく。やだ、高見さん、何やってるの。いいよ、昨日買ったカメラだよ。何撮ってるの。思い出用だよ、みたいな。結婚式の時に流そうと思ってさ。
やめて、すっぴんなんだから。あ、いいよ、いいよ。あ、いいよ、今のは。そういうのがいいんだよ。今のはない。やめて。自然体がいいよ、みたいな。いいんだよ、思い出だろ。お、いいね、いいね。そんなのと映ってないわよ、結婚式で。あ、いいよ、いいよ、いいよ。結果、結果。いいよ、いいよ、いいよ、まあ、うん。とりあえずさ、今度、都市伝説これで取りに行くから。どこに行くの？どこに行くの？あれだよ、山だよ。へぇ。私も行っていいんだよ。私も行っていい？あ、当たり前じゃん。一緒に行こう。ケインも、ケインも誘おう。結婚式？え、ケイン誘うの？みたいな。え、ケインも誘うの？うん。だっても、お前を紹介したいしさ、みたいな。いいんじゃない？いいんじゃない？お前を紹介したいよ、ケイン。あ、そう、みたいな。あ、そうなの？うん。そう、そこで含みを持たす。ね。いいんじゃない？いいんじゃない？その自然な感じ。はい。うん。もう、これ何回かやって。自分たちいいものを見つけて。なるほど、わかりました。はい。いいもう普段にいいんだから、はい、普段のお前らの日常イチャラブで、はい、イチャラブやっていいから、イチャラブで、はい、はい、もっと本番あのもっとやっていいよ、本格的にイチャイチャして。ああ、いえいえ、まあこれで OK ですよ。いやいや、ダメだよ、もっとやってよ。俺が見えないんだよ、俺が。いや、いいとは分かんだけどもっといいのができるはず。わかりました。今度撮影しながら本ガチで、うん、ガチのもうだ、例えば周り映しながら自分を映したり、はい、最初はそうする。今、新しく買ったカメラをテストしてます。これで、テストなんで、彼女が寝てるんで彼女を映したいと思います。僕の彼女です。来月結婚します。ピントは合わねえな。あ、フォーカス合ってきた。いいよ。ちょっとズームを試します。起きた。おはよう。高見さん、何してるの？新しく買ったカメラだよ。やめてよ、もう。やだ、すっぴんなんだから。のんちゃん寝れないからフェラして。やめて。今起きたとこ、起きたばっかりでしょ。うん。これ何に使うの？これ結婚式とかに使ってもいいし、動画投稿サイトに動画アップすれば。こんなのアップできないよ。これテストだよ、バカ。やだ。絶対ダメだからね。のんちゃんフェラして。やだってば、もう。いいよ、いいよ、いいよ、いいよ。それいいよ。ハメ撮りしようよ。あんま、その発言控えて。ハメ撮りはダメなんです。あんま控えて。あんま控えて。上映するから、うん。カットになっちゃうから。のんちゃんフェラして。いや、フェラしてはちょっと直径する。フェラしてダメなんですか。うん、カットになっちゃう。カットになっちゃう。なるほど。まあまあ、いっちゃいちゃってたもんね。目出してはちょっとえぐいかな。えぐいっすか。気持ち悪い。だって普段通りにやれって。普段すぎんだよ。上映すること考えろ。目出してなんて。いや、いや、わかるよ。日常は日常なんだよ。ただ、はい、ド直球すぎるから。ああ、なるほど。カメラ持たないでやっていいよ、そのイチャイチャを。なんかやって、うん、見えない。映画で上映できるものをやんないと納得しないから、客がね。あ、いや、寝てる。かわいいよ。僕の彼女です。今ピントを合わせてます。うん、あ、やっぱカメラ性能いいな、これ。うん、そう、カメラ持ち上げる。これなら心霊とかも。あ、起きた。何やってんの？いや、カメラ買ったやつだよ、テスト。何使うの？何も使わねえよ、テストだって言ってんだろ。いいよ、いいよ。やめてよ、もう。やめてじゃねえよ、お前。なんで切れてんだよ、そこで。いや、僕こんな感じです。あ、そうなんだ、そうなんだ。いいよ。今度これ撮りに行こう、いろいろ。いいね。何撮りに行くの？まあ、風景とかも写真撮ってもいいし、あと、心霊のやつに使おうと思ってて。心霊？心霊？うん。都市伝説で山にたたりがあるっていうやつ撮りに行ってんだよ。いいよ、いいよ、いいよ。それ一緒に行ってもいい？あ、いいね。お前怖いの苦手じゃなかったら。いいよ、いいよ。大丈夫だから。いいよ。じゃあお前も行こう。うん、ケインも誘えよ、じゃあ。え？ケイン？うん。あいつ、好きだろ、都市伝説は。そうなんだ。うん。それ、あいつキリスト教だしな、みたいな。あいつキリスト教だからな。まあ、験担ぎでしょ、みたいな。まあ、日本の文化も興味あんだろ。アメリカにも、ブラジルにも都市伝説とかあんのかな。いいね、いいね、いいね、いいね。で、のりこはケインが来ることがいっぱい頭の中。本当に来るのみたいな。本当にケインも来るの？誘うよ。え、うん、うん、みたいな含みを持たす。
とりあえずまあカメラ買ったからこれ撮ろう。のりこもいっぱい撮ってやるよ。うん、ありがとう。シャワーを浴びるねみたいな。ちょっとシャワー浴びてくる。お。ワドはどうするそれ、それ見て。ロンさんフェラして。だからフェラだフェラ。もうそれはもうダメ。じゃあ俺も一緒に入るわ。あ、いいよいいよいいよ。もうやめてよ。あ、いいよいいよ。でそこで終了。終了。はい、それが、はいはい、もう幸せな日常が崩れるみたいな。なるほど。これ付箋貼れたでしょ。なるほど。うん、なるほど。これは俺がいないところでお前らが撮んだからね。あ、そうなんですか。だって自分の家で撮んなきゃおかしいじゃん。はい、わかりました。それをやってくるの完璧なのやって、それはやってくんないと、はい、俺の指示は出せないから。わかりました。うん、でも今日ここで撮影しちゃえばいいんじゃないですか。なんで俺ん家の別撮影するんだよ。ダメですか。まあ、オカリナさん。はい。のりこ、ここで撮影 OK？ どうぞどうぞ。じゃあ、まあ。いや、じゃあやっちゃいます。いや、ちょっと。え、いや、本当にどう？新しいベッドなんで大丈夫。新しいベッドなんで。まあ、はい、いいよいいよ、のりこなら。のりこ。あ、いやまあじゃあ撮っときますよ家で。いやだから今やります。どうする、やれる今。今なら今なら俺がいるし、はい、監督、うん、だってちょっと待って、アメリカ人ちょっと一回切るわ。はいはい、わかりました。はい、お疲れする。ガヤが入っちゃうから、はい、うん、じゃあ撮ります。じゃあ撮ろうか、はい、先生なら、うん、もう入ってるから、もう入ってる、役に入ってるから、うん、じゃあまあとりあえず電気をつけの、で、ワドは、はい、風呂場から行こう。風呂場から。風呂場から。風呂場から撮るんですか。自分を映す。大丈夫。いいよいいよ。ちょっとごめんね、風呂入ったばっかで、無視に続いて、はい、ここで、まあ、ここにカメラあるんだけど、はい、ここで、鏡を自分を撮りながら、はい、じゃあカメラいいなみたいな。ちょっとタオル取ってもらえる、その右側にある。はい、ちっちゃいタオル。はい、鏡行こう。はい、でも、リアリティアップ、あ、まあ、綺麗。まあ一応綺麗だから、うちは、はい、フロアね、はい、うん、いワドの人たちなんて綺麗にしてるから、はい、でもめちゃめちゃ綺麗になったな、ほんとやばいよね、やばいっす、あのクリスマス以来、まあ、で、まあ一回ちょっとリハ、はい、もう配信で全部映すんだね。何か、そう、もう全部やるんだ。いいよ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 、そのアングリーいいよ、それできますよ、はい、リハね、リハね、リハ、おっと、すげえな。いいよいいよ、こんな感じ。僕の彼女です。じゃあ、のりもうちょっとあれだな、もう かぶっちゃう。で、横向き。でも、そうそうそう、そんな感じ。あ、いいねいいね、ピントが合ってる。あ、いいカメラだな。これでズームか。これからどんどん都市伝説の動画をこのカメラで撮っていこうと思います。お、のりこ来た。ちょっとやめてよ、何撮ってんの。昨日買ったカメラだよ。何に使うの、やめて。動画投稿に使うんだよ。出品だからやめてよ。いいじゃん、テストだから。今起きたとこ、ま、起きたばっかりなんだから。もう可愛いよ。可愛くないからやめてよ、もういいよ。いいんだよ、いいってば。誰にも載せないから、やめて。すごいよこのカメラ。何使うのこれ。これはあれだよ、あの動画投稿の時に使おうと思ってるから。何の動画投稿。都市伝説。都市伝説、うん、それで一発当てんだよ。私も行っていい。今度行くの山だよ。山だよ。お前来ない方がいいんじゃないのみたいな、うん、あそこはお前怖いのとか苦手だから来ない方がいいんじゃないのか。大丈夫だよ。まあ、ケインも誘えよ。え、そしたら大丈夫かみたいな。それなら大丈夫か、うん、それなら大丈夫か。ちゃちゃちゃ、和道が要するにケインが来んなら大丈夫、あいつ誘ってみようかな、ケイン誘えばいいんじゃないか。お前が誘う、うん、あいつも好きだろ。え、キリスト教だし。今はね、リハケインも来るの。うん、さあいいよ、顔で演技してね。ケ
ピンも呼ぼう。そんなずっと映したのがいいからね、別に。たまに自分も映したり。自分撮りってやらないですよ、こうやってできない。そう、いや、いいんだいいんだよ、もうそれで素人感でいいんだ、うん。ケンプの、うん、いいよ。そうなんだ、うん。思ったより長いやつ見るな。でもこれすげえカメラだな、うん。結婚式のことやらないか、のりこ。来月結婚式？寝ぼけてんのかよ。来月だよ。来月？うん、楽しみだなみたいな。楽しみだな。これで撮ろう。結婚式に流す映像。え、これで撮るの？いや、これすごいよ。見てみろよ。そう、いいよいいよいいよ。すごいだろ。あ、本当だ、すごい。うん、で窓を撮る。そう。すごい。すごい。うん、これで夜も明るく撮影できるから、これで廃墟とか心霊現象とか都市伝説とかバンバン撮ろうと思ってるんだよ。すごい、うん。お風呂、シャワーに行く。じゃあこれからちょっとシャワー行ってくる、うん。シャワーも打つか。俺も入っていい？やめてよ、もう。して。はい、オッケー、いい。はい、じゃあ確認お願いします。今のリハだけどね。リハ、いいよ、本番撮って、本番。俺の声が入ってない。本番、了解です、うん。もう本番行くんですか？今のでいいんですか？うん。はい、じゃあ行きます。そこの辺に隠れてて、あのカメラぐるんぐる回るから。こっち側にと、あ、そうですね。そう、あのこっち側はまずい。カリノさんは？多分布団かぶってりゃいいね。あ、あそこ入っちゃいますよ。カーテンかぶってね。そうだいいよ。足見えたらめっちゃ怖ない？あ、それはそれで。それはそれでほら。怖くない？うん、いいよいいよ、お前がホラーで。え、でも太ってない。ね、太ってる幽霊っているね。いるいる。ゴーストバスターに出てた。あ、でもう声出すな一切、はい、でのりこはケインが来ることをすごい嫌が戸惑うね。あと結婚式のこと楽しみにしてるみたいな、うん、もう自分の中で秘密をもうずっと明かさないつもり。自分の台本でいいよ。妊娠してんのに。妊娠もだって言ってないもん。いいよ、はい、黙って行きます。新しいカメラの、テストをします。今届きました。それでね、今後撮影をしていこうと思います。あ、こうやってピント合うのか。彼女が寝てるんで彼女を撮ってみたいと思います。寝てれば静かに撮ってみましょう。ズーム機能も結構優秀ですね。起きた。おはよう。何撮ってんの？昨日届いたカメラだよ。やめてよ。いいじゃん。何使うの？これテストだよ。何も使わない。性能を確かめてる。そうなんだ。うん、すごい。綺麗に撮れるよ。見てて。うん、そこの奥の部分でズームで、こっちの手前でろあのピント合わせるね。本当だ、すごい。すごい綺麗だろ、うんうん。これで山とか都市伝説とかたくさん撮ろうと思ってて、結婚式の動画もこれ撮るか。結婚式楽しみ。あ、もう来月だからな、うん。とりあえず来週これで都市伝説の今ネットで噂になってる山を撮りに行くよ。一緒に行きたい。お前怖いの苦手じゃなかったっけ。行きたい。行く？うん、うん、2人だとカメラマンいないからケインにカメラマンお願いするか。え、ケイン？うん、最近会ってないからさ、結婚式の前に3人でまた遊ぼうよ。あ、そうなんだ、うん、じゃあ私先にシャワー行ってくる。うん、俺も入ろうかな。何言ってんの。ちょっとやめてよ。これ撮ろうよ。やだ。
はい、オッケー。はいっす。これで、すいません。いいんじゃない、いいんじゃない。確認します。いいんじゃない。はい、今のはいいんじゃない。はい、うん。クソみたいな映画ができそうだ。なんだ、撮れてなかった。笑える。あ、いいね、いいね、この素人感がいい。いいよいいよ。あ、いいね。いいよ。俺の影が入っちゃってますね。まあ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 、まあ、あ、これ1回目じゃん。あれ1回目だな。これ1回目じゃん。あれ、なんでなんで。あれ、お前バカ。撮ってない、撮ってないですね。ごめんなさい。はい、もう一回。これエアコンってつけていいんすか？音入ります？いや、つけていい。生活音あった方がいい。生活音あった方がいい。と全部消しますね、データ。あ、そうだね、そうだね。バカ、ちゃんと撮っといてよ。すいません。でもまあまあいいよ、いいよ。まあ、今でいい。あの、ビンタはせんのと、はい、あと、ああいう感じで。都市伝説に来るのは反対、最初は。反対。うん、都市伝説を。行きたがる。でも、いや、お前は来ない方がいいんじゃないのみたいな。こっちが言うんですね。そう、ワドは、うんうん、お前はいいよ、一人で行くよ、みたいな。そう、まあ、そう。オッケーっす、うん。よし、じゃあ、ベッドで寝て。多分、鮫島さん、ここから動かない方がいいっすね。俺、いや、ここの方がいい。ここの。あ、そうっすね。ここの方が。すみません、じゃあ。多分、影は。ね、影入ってたから。はい、我が家です。そして来月結婚する彼女です。ズームの機能もいいな。ピント合わせます。これだとね、夜中とか暗いところでも撮影がたくさんできるんで、これでたくさん心霊現象とかバッチリ撮れたら。起きた、おはよう。ちょっと何撮ってんの、もうやめてよ。これ昨日届いたカメラで。すごいでしょ。すごい、うん、高かったからね。ちょっと待って、ピント合わせるから動かないで。いいね、いいよ。画像今撮ってるんだけど。あ、本当だ、すごい。ピント合ってる。ここのこの部分でピント合わせられる。こうやってやるとピントが、あ、本当だ、すごい。ズームになったりとか。これで今度都市伝説の山撮影しに行くよ。この前話してたやつ。へえ。いいだろ。私も行きたい。山だと怪我するとかあれだぞ。多分2日がかりで撮影することになるから来ない方がいいんじゃないのか。行きたい。行く？うん。そうか、じゃあ一緒に行くか。うん、行こう。行こうか。じゃあとりあえずケインも誘おうよ。みんなで結婚の前にさ。ケインも来るの？うん。まあ結婚してね、結婚する前に3人でまた昔みたいに遊ぼうよ。思い出作ろう。そうなんだ。うん。これで都市伝説とか心霊現象の動画をバンバン撮っていくから。そうだ、私ちょっとシャワー浴びてくる。
シーンも撮ります。俺も一緒に入って。やめてよ向こう行ってて。俺も一緒に入っていい？ダメ。なんでだよ。いいんじゃない。はい何やってんだろう俺。鮫島、はい、はい、網野に追っかかっちゃダメだよ、はい、外れちゃうよ。鮫島、はい、最近の時のところに猫が4匹いた、うん、そうなんだ。あったかい、なんだろうね、風かな。どれどれ今流れてる。うん、いいよいいよ。いいねいいね、このブラ、うん、フォーカスもいいね。いいよ、いいよ。バリバリ俺の足映ってるけど、まあいいや。ああいいね。いいよいいよ。いいねいいね。これで2分ぐらいか、うん、あ3分ぐらいか。3分あります。うん、あるいいよいいよ、自然。すげえ画質いいな。やばいっすよね、うん、いや、いいよいいよ、のりこいいよ。いやすごいな、ちょうど3分だ。ちょうど3分、ちょうど3分、まあまあいいんじゃないですか冒頭。まあ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 、これが入りだよね。はい、うん、いいんじゃない。なんかなんか監督から OK 出ました。いやまあね、あとはどういう絵が撮れるかだよね、うん、問題はですね、うんうん、そしたら俺が買ったカメラはのりこ、あ、ケインが持つか。ケイン、あ、そうっすね、そうっすね、うんうん、あと漁師視点は撮らないですか。漁師視点は、はい、まあ、撮るよ、うん、だからそのインタビューみたいなのして、はいはいはい、で、まあ車の中から、はい、俺をとなんか高光が話してるところをケインが撮るみたいな。 なるほど、うん、で、何の話なのみたいな。なるほどなるほど。ほうほうほう、これデータ渡しますか。じゃあ今どうする。だって編集鮫島さんでしょ。編集お前じゃなかったっけ。俺じゃないですよ。いや、やるっつったじゃん。え、で結局やらないってなったじゃないですか。どうしようかね。まあワードが持ってた方がいいかもね。つなぎ合わせられんじゃん。つなぎ合わせる、まだいいよ、まだいい、これだけ渡されても、はい、でも結局渡すことになるんでデータ共有できますよ、コピーしといて。今じゃなくていいよ。いいんすか。うん、だって最終的に、はい、ね、終わるのがあれだから、うん、そうだな。まあこれで3分か。3分っすね、結構長いね。まあ長尺ですね。
今のシーンだと結構取れるね。はい、3分ってことはこれが10個か。はい、10セットあれば 10カットですね。10カット、まあ、今の尺で言うと。そうだね、これこういうのが、はい、なるほど、うん、できそうですか2人は。いや、できます、できます、大丈夫。のりこさんは、うん、どう、大丈夫、いいよ、はい、これでケインは重要人物になったよね。そうですね、この入りで、うん、だからワドは何も知らないわけだよ。なるほど、ケインとノリコの秘密を。なるほど、そうですね、ノリコは知ってる。そこはだからちゃんとできてますよ、ね、説明してるもんね、はい、伏線は張ってある、伏線は 目で演技できてます、ね、ノリコはそれに対してちょっと嫌だなっていう、うん、でもその段階で何の都市伝説かノリコは知らない、うん、だまあ何とかかわそうと、うん、もうすぐ結婚式だから、はい、な、うん、はい、まあ別に気を取り乱さなければ高光は気づかないんじゃないかみたいな淡い期待があったんだよ。なるほど、わ、はい、かりました、うん、了解です。終わりにしますか。どうしようか、終わるか、まあとりあえずね、はい、あ、暗闇で、そう、暗闇のテスト、ね、iPhone どうするんですか、そのカメラは何で行くんですか。カメラ何で行くってどういうこと。え、その、鮫島さん昨日おっしゃってたじゃないですか。あ、ちょっと、まあいいや、暗いところでこれ消すとライト1本、いや、部屋の中と、消すと、はい、見て、これが、あ、待って、はい、あ、昨日のアプリ、そう、はい、あれ、これで、ほら、ああ、いいんだよ、消せないと思うみたいな。これで録画できるんですか、動画。録画っていうか、これでこれを映せばいいんだよ。ああ、なるほど、うん、っていうシーンがあるんですね。そう、うん、まあ、それも入れられたらなと思う、うん、これすごいよね、何気に、はい、何気にこうやって、はい、明かりが当たった場所が、まあ、ちょっとしたナイトモード、はいはいはい、ナイトビジョンみたいなぽくなるんですね。そう、あ、いいですね、いいですね、うん、これはいい、若干ね、はい、うん、あ、いいっすね、いいっすね、これ若干、まあね、なんとか、うんうんうん、いいっすね、いいっすね、いいでしょ、うん、カメラは明日届くみたいだよ、カメラ明日届く、鮫島さんの監視カメラは、うん、それはどう使うかだよね、はい、これ1本でも十分だわ、はい、性能は、うん、ごめん、うん、じゃあまあとりあえずそういう感じで了解です、うん、あと演技やってよ、2人で、2人でやれる場所は、暗闇映しに行かんの、だって外出る時でいいじゃん、ああ全然、うん、帰る時それやりに来たんでしょ、そうよ、なんも1分で終わるんじゃね、鮫島さん撮らせてくださいよ写真、なんで、いやカメラの練習、どうせ家とかでやるんだよな、家とかじゃなくてなんか配信そこに、あ、じゃあ外でやる、外だと暗いから撮れない、だって明かりなんとかなんでしょ、なんないですよこれだと、照明機材持ってないんで、いやここは嫌です、いや嫌なんだ、嫌だ、まあ演技はやってね、お互い高め合って良いです、うん、できるから、はい、のりこ良かったよ、なかなか、どう浮かんできた、だんだん、あ、大丈夫ですよ、はい、どう、お前昨日ね俺のことね、めんどくせえクソ監督とか言ったらどう今、おお、おお、いいんじゃないですか、演技指導もバッチリよ、はいでしょ、はい、だ2人でその、はい、まあ掛け合い、はい、そのケインが死んだ場所とかできるでしょ、あ、できます、できます、もっと自然になんないと、はい、で話もね、例えばセリフなんかいいから、そんな感じでアドリブでいいんですよ、自分たちで作っていいから、わかりました、うん、はい、逆に棒読みになっちゃうじゃん、決めると多分、そうですね、多分普通に会話形式、うん、そうだからもうあくまでそのケインが死んだ流れと都市伝説をつなげて、はい、でノリコはそこに対してやばいって、はい、で高光は裏切られた気持ちをどうにかするみたいな、はい、わかりました、じゃあそれをやってよ、はい、本当にもう時間ないからね、クランクインまで、はい、え、これ8月ぐらいで終わるんじゃないですか、8月半ばぐらいに、だからもうクランクインの日にち決まってるじゃん、え、いつですか、いやそれは言えない放送では、おお、うん、日付決まってんだ、うん、うん、了解です、だからもうで1日で撮りますから、わかりました、あのもうロケはかけられないんで、はい、お金ないんで、了解です、予算が、はい、だからあなたたち、まあ、だから約まあ1週間ぐらいで、はい、そこの演技は固めてくれないと、わかりました、あとはもう怖い演技でいいんで、了解です、うん、ね、はい、お前さ、うん、なんか死ぬかもしんないからさ、うん、写真1枚撮ってもらえな、いいよ、いいから、いい、女写真なんか腐るほど落ちてんじゃん、いいから、ふざけてやつじゃないでしょ、高画質な、高画質な、そこがいいっすか、ここでいい、ここでいい、一番お気に入りのなんかパソコンの前の方が良くないですか、いや、いい、別にあのそこまで気に入ってないんだ、
え、本当にそんなすっぴんだけど、どうしてね、自然な感じ、自然な感じの方がいいですね。のりここちらに来て、じゃあ勉強してる感じ。いやいや、それはいらないです。あ、普通にしてていいですよ。普通カメラ目線。あ、いや、いらないです。僕ちゃんとあれしますんで。うん、ふざけんなよ。ふざけないよ。死ぬかもしんねえだから。窓もこういう広い家引っ越したいじゃん。いやー超羨ましいっすよ。いいでしょ。いや、めちゃめちゃ寝室とこういう部屋が別になるっていうの、めちゃめちゃいいっすね。なのりこベッドの上じゃん、ずっと生活で。だからパーテーション疲れちゃうよね。疲れちゃいますよ、本当に。うん、であんだけ狭いと動けないし。で、飯食うのはベッドの上。ベッドの上なんですよ。それはやばいよね。一歩開けて、そう、あ、今のよかった。そんな近くなんだ。あ、いえ、もう気にしないでいいですよ。はいはいはい、全然普通にしてもらって。のりことした、のりこなんか会話して。会話、自然な。会話、自然な会話。うん、そう。なんだっけ。なんだろう。ケイン。あ、ケイン。ケインとの、その、あれも固めといて、自分の中で。その、女としての、その罪悪感とか、いろんな、そういうことも。それが重要。この映画は、やっぱそういうもの。演技で勝負しなきゃいけないので。だから、あの、そういうところを自分で自分なりの役を固めてくんないと、うん、あの、やっぱね、全部じゃあ僕が指示した通りにやったら、それはもう棒読みになっちゃうから、自分の中でどんなんでもいいから、アレンジしてアドリブでもいいし。だからさっきの、あの撮影はもうすごい自然だったから、もう日常でいいからね。で、あとはまあ恐怖とかは、まあ現場行かないと分かんないこともあるし、でもまだそのワドと2人の時は、あの、たまに10分でも5分でもいいから、そういうのをやりやすい。取りすぎじゃない？あ、いいのがいい。ちょっとこっち向いてもらっていいですか？はい、取りすぎじゃないって。いや、いや、僕目線で、僕です。こういうこと、うん、そうですね。どうなってんの？あ、後で見せますか。はい、ちょっと向いてください。ん？いや、こっち向いていいです。僕見ていいです。カノテメみたいだな。カノテメってなんすか？写真家だよ。へえ。まあまあまあ、あとはもう任せます。もうあなたたちの才能に。了解です。うん、ケインが死んでる。いいよいいよ、いいよ、そういうこと。そういうこと。腹立つな。ケインが死んでる。いや、すげえ面白かったですよ。いや、まあ、ケインが重要だからね、これキーマンになるから。ケインでもよかった、演技良かったですよ、ね。ケインは良かった。うん、ケインめっちゃ良かったっすね。ホワイトバランス。だ、これが、あの、後々その都市伝説の重要な点になるので、うん、もういいよ。いや、今の撮れてないっすね。え、気に入った作品じゃなかった。ワードの映画はどんな感じ？もうできてんの？あ、僕、練習ですよ、だから、今。あ、なに、自分の映画の？はい。なに、俺の映画からパクるってこと？いや、パクるんです、パクるんです。な、あらすじはできてんの？もう、あ、できた。脚本、あた、あらすじ、プロットはできてますね。どんなあらすじ？恋愛もので。恋愛もの？はい、あの、3つの物語がつながる系です。あ、なに、じゃあオムニバスってこと？オムニバス、うん、短編が短編3本が最後つながって1本の映画になるみたいな。何、のりことの恋愛ってこと？いや、のりこ出ないっすね。何、恋愛って一人で恋愛？あ、違います。主人公が部屋の中で抜け出すっていうのは、あれ死後の世界なんですね。何、荒野みたい。そうです、うん、で、そこから要は死後の世界から抜け出すっていうシーンで終わるんですけど、第2部は病院で、はい、ICU でしたっけ、うんうんうん、から目覚めて、自分が全く別の主人公なんですけど、自分が事件に巻き込まれて、なんでこんなところにいるんだっていうのを解き明かすと。で、実はそのワンで出たじゃないですか、死後の世界から、うんうん、生き返ったっていうのが繋がって、そうです、そうです。っていうので、 ICU で撮影できんの？あ、いや、だからそういうシーンをうまく、あ、撮りますね。なるほど、はい、じゃあまあお疲れ様。はい、了解です。まあ、じゃあとりあえず、はい、じゃあ今日は5万円ずつ。高いよ。いや、演技指導料高いよ。高くねえよ、お前。よいしょ。ごめんね、わざわざ。いや、とんでもないです。コーヒーごちそうさまです。やるやるやる。よいしょ。もう撮影終わっちゃっていいんじゃない？配信。あ、切り